で、どこまで行ったかというと、これは多分13章ぐらいじゃなかったでしたっけ ?12 章か13章。どこまで行きましたっけ ?13 だと思いますね。PS1 まで行きましたっけ復習も兼ねて、12章かな、はい、?13 章。だと、はい、PSG が出たくない、うん、まあ、三大ハード時代っていう、こう、タウンズマーティーピピンと出てきますけど、いきなり古いカーブ。今の名前とタウンズマーティーピピンとなんかプレイディアが三大ゲームだったり。いや、違います。それは違います。違います。あ、3D 王、去年や、前回やりましたね。3D 王と、じゃあちょっと、前回触れられなかったとことして、ハイパーメディアクリエイターというのがいてるみたいな。そうそうそう。PCFX とかって、これ PCFX について厳しい気がしますけどね。いや、はい、厳しい FX でどう甘く書けるんですか。惨敗だったって書いちゃいましたからね。いや、でもこれ、どの新聞記事書いても探しても、まず数字がなくって、ね、結構探しまくって記憶があるんです、いや、単に僕がリアルタイムで電撃を読んでて、FX ってすげえんだと思う。そんなプロパガンダが行われたんですか、電撃をって。やっぱ PC 推しなんですよ。あ、基本的な雑誌、はいはい、総合誌と銘打ってるけど、作ってくれたら、まあ、ちょっと PC 寄りですよね。いや、でも PC 寄りだからって PCFX をフィッチそんな、なんか擁護する。なんか擁護されてたな。旧発と接続とかなんか最初やろうとしてた。ああ、なんかありましたね、そんなの。はい。はい。だから性能上昇カーブを読み誤って、市場も読み誤ったと。うん、だからこれ、結局これなんか引用と一生懸命探して見からなかったのが、3D なんかなくても高速で動画を読み出して再生できる機能があったら大丈夫だって、うん、確か開発者が発言してるんですよ。なんかあれですよね、それちょっと天気を見方探そうと一生懸命探してなくて、なんか LD ゲームみたいな発想でしてる感じのゲーム、レーザーアクティブはこれ飛ばしてます。さすがに恐ろしくなって。懐かしいです、レーザーアクティブ。はい、もういらないとかって言って、まあ、いらないです。いらない。どう考えてもいらない。懐かしトークになっちゃうので、淡々といかにこのマルチメディア時代と言われた時に金目当てでいっぱい集まってきたのかっていうのが分かる程度になっちゃう。そうですね。3DO ですね。いや、なんかすごいいっぱいいろいろあったんですね。そう、レーザーアクティブなんて今なんか単語を聞くまでもう20年ぐらい完全にないことになってた単語だと思うんですけど。まあ、アタリのジャガーとかね、あ、はい、でもいや、ジャガーはね、なんか、日本ではもう、ほぼ存在しやめてる。ジャガーも、でも当時は雑誌でやったらジャガー派がいて、読者投稿に全部ジャガー、ジャガーって書いてる。お前、ジャガーは64ビットなんだぞみたいな、そういうのありました。またジャガー派が来たみたいな。あった、あったですよね。まあ、そういった時代で、こう、要は、やっぱり、時代に変わって、これ、技術的な方向性とかの、お作機なんですよ、ここ。で、3DO は一応、その方向に乗ってたんですけど、あまりにも素早いと、すごい、性能上昇カーブで、早く出しすぎて、残飯っていう。はい。だから、32ビットってすごかったんだ、っていう、そういう話ですね。まあ、3DO、このあたりっていうのは、やっぱり、こう、当然、技術の、こうあと新技術としてのマルチメディア性というのは、まあ、3DO のところで出てきますけれども、うん、動画再生が難しかった時代に、こうあでも 3DO 自体は別途購入しなきゃいけなかったって書いてある。 3DO CD が、はい、3DO は D の食卓でしたっけ ?3DO って。はい。食卓は確かに 3DO。あれが最初ですよね。移植されたけど。4タイトルじゃないですよね。ロンチではなかったではないですよね。ちょっと CD をロンチで覚えてないですけど、うん、いやなんか D の食卓はようやくなんか 3DO にもなんか遊ぶに至るゲームがぐらいのなんか印象で出てきたような気がするので、いや、でも僕 3DO って言うと D の食卓は、まあ、代表作ではあるんだと思うんですけど、やっぱだってチキチキマシンチキチキマシンこれやっぱりその印象ですよね。 3DO って言うと、まあ、どうでもよいハードの話だから、そうで基本的にここではゲーム245ページで NEC 以外を除いて、例えば松下とか日本、富士通とか、ゲーム家庭用ゲーム機ビジネスを行っていない企業はゲームハードに進出したからずれた点があって失敗したという書いてありますね。松下それまで OEM が作ってたんでしたっけ。どこだったっけな、ここが最初ですか。ナショナルブランドでなんか初期 の, あの半導体でロムがつかないようなあの組み込み型のゲームを売ってた気がしますが、はい、
しかし25万とか35万売れて大失敗っていうのはすごいなと。ああ。桁がね、確かに大失敗って。でも投資を回収できないわけでしょ。そうだよ、ね、それはそうだけど、ただ数だけ見るとね。いや、まあまあそうです、うん、テレビとかビデオだと成功の数字なので。うん、確かに。まあ、おっていう感じはしますね、言われてみると。うん、いやだからまあ25万では失敗になるような額を投資したってことですね。まあそういうことだけどね。だから例えばそのでも大失敗と言われてるものがね、25万売れたり35万売れたりするわけで、そういう世界なんだっていう話はありますね、うん、確かに。カセットビジョンも40万とぐらいですよね。35って書いてますね、カセットビジョン。そうか、カセットビジョン、カセットビジョンってあれか、予作とかでしたっけ。はい、よく覚えてますね。ファミコン1個前なんですけど、だからこうファミコンより以前だとまあまあですね。そうですね、いやカセットビジョンが失敗とは言われてない、この本でも書いてないですよね。でそのファミコンがやっぱりこの世界のルールを変えちゃって、はい、それ以降だと、まあ、最終的に1000万超えないとみたいな、はい、な感じですね。すごい世界だな。このサターンも、まあ、最終的に成功とは位置づけられてないハードですけども、うん、600万台ぐらいでしたっけ、はい、ですよね、確か。はい、あれは大赤字なんですけど。あ、だから600万台売っても赤字なんですよ。いや、あれはちょっと価格の引き下げ競争に巻き込まれた。どん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 ハードが安くなってくる。それは、あのなんていうか戦国ゲーム、そうですね。なんかこう売れればいいってもんではない。ではない適前、うん。適切な利潤で売れなければいけない。とはいえ加藤激しい競争の中ではそうも言ってられないみたいな。まあプレイヤー数は少ないんですけどね、叩き合いが厳しいんですよね。うん、基本的に僕ちょっと話が変わりますけど、はい、この松永さんたちが作ったやつも非常にサーベイとして優秀だと思うんですけど、はい、こう。学術的なゲーム研究と現場のこう違いみたいなものがすごい強調されていて、ああそうですね。で、その強調しなければいけない背景にっていうのは、ちょっとコマーシャル商業的なもののすっごい厳しさがあると思うんです。要はバジェットの厳しさがあることによって、例えば文学研究であったりするとここまで厳しく分けないわけですね。コマーシャルズとアカデミックっていう世界をっていう分けない。ああそのこの本の位置づけがどこでみたいな、うん、まあ、あるっちゃあるんだけど、まあ、事実上人材かぶったりするのでよくそんなに分けない、うんうん、で結構明確にこれアカデミックなものですよというふうにやっていて、それはやっぱり一つとしては産業の規模が大きすぎるので、うん、きちんと自分の研究の地場を立てないと、うん、こういろんな意味で面倒くさくなると、うんうん、まあ、小山さんとか実際に体験してらっしゃいますか、大丈夫けど、はい、うん、なんでゲーム作ったことないやつが発言してんなみたいな話がするっていうレベルもありますけど、あるんですねやっぱり、はい、でもまあゲームなんか作ろうと思ったら作れるじゃないですか。だって小山さんが監修して経済ゲームとか普通にある話でしょ。それこそレベルで、ね、ユーロだってまあ作ってるっちゃ作ってるわけで、それはここで書いてましたけど、実際は被ってますよって話で誤謬であれって書いてたけど、要するにそれだけ商業的なものが厳しい世界だってことに見えるって話、うん、でも評論家は小説書かなきゃいけないって話になっちゃうよ、そしたら。うん、あ、いや書けた方がいいに決まってるでしょ。あ、そうか、うん、そうかな。あとこうあのやっぱ言葉の使い回しとかで、あのやっぱ社会科学系だとタームが割と厳密に切っていくとか、そういうところがやっぱその辺も日本にやっぱ学部レベルの大学教育がちゃんとしてないから、うん、まあ そうですね、そういった時にもないままになんかこう俺様節書いてるような本が大量にあるわけですよ。社法文献が書いてない、はい、なんていうところで分けてるという感じの私だと思います、うん、はい、ちゃんと大学院で取り組んだらいくらでも見るの書けるのこの人たちと思うのか、はいはい、まあ、それはそうでしょうね、はい、うん、日本だとそのなんかやや人文書っぽいやつで平気でなんかこう翻訳でその参考文献しらカットしたりするじゃないですか。いや、あれはそういうふうにしろって言われるんですよ、編集に。あ、そうなんですか。そう、うん、なんでなんでかっていうと、それは悪しき伝統で参考文献つけると読者が減ると思って。え、そうなんですか。敷居が上がるから、学術書っぽく見えて、うんうん、敷居が上がるっていうのは一つの理由。あ、なんかそうなんですね、うんうん、もう一つの理由はこう日本のジャーナリスティックな文芸評論、まあ、吉本隆明とかね、参考文献ないわけですよ、うん、前頭的にそれはないもんだっていう新聞社の編集長の編集者の頭がある。なるほど。ないっていうのは何でかっていうと、作品を出しにして語っているわけだから、それが分かればいいって話、まあ、よくないと思います。全部載っけるべきだと思います、うんうん、基本的に本書籍レベルだとね、うん、記事レベルだとまあ本文に溶かし込んでるのがありますけど、まあリファー先がある程度明確化した方が絶対いいに決まってるんだけど、うん、
あ、そういう理由でないんですね。うん、基本的に商業的な理由でカートされられたりすることよくあります。うん、参考文献表だけウェブとかで見たことある。あります。でも実際そうすると記述によっては表説になっちゃうので、うん、やり方によっては、うん、絶対にやらなきゃいけないと思う。うん、と思うんですよ。さて、まあ、それはさて厳しいメディア競争があって、はい、ここ面白いのはやっぱりバーチャルボーイでしょうね。バーチャルボーイ、まあ面白いですけど、いや、やっぱりこの時期に重要なのっていうのは、横井軍平の失敗という意味でも面白いし、僕はだって電撃王ですごい、電撃王だけど電撃王好きですすごいバーチャルボーイもプッシュされてて、あ、そうなんですねバーチャルボーイみんな半笑いだったと思いますよあの頃は。いや僕は本気で、いやこの赤一色で時代は、いや、まあ、今は割と再評価されてる感ありますけど、バーチャルボーイむしろ、いや VR でしょ、完全に VR と、あとそのいわゆるフル 3D ですよね、あの、を早期の例として、まあそうですね、うん、なんかここよりもあると変更メガネの熱射体式かセロファン、あ、飛び出せ大作戦、そうそうっていうのがあのファミコンとか、それからマーク3時代で一応変更してはあります、はい、でこれがあの一瞬なんか一瞬で終わりましたね、まだね、7月に発売してクリスマスで打ち切りっていうのはすごいスピード、半年見なかったようですよ、ね、任天堂が時折出す謎ハードの1個ぐらいの認識だったと思いますよ。うん、そうか。あ、なんかスーパースコープ6とかと多分同じぐらいのレベル。スーパースコープってあの、これ。こう、はい。ああ、バズカホ。はい、あの、そうですね。で、やっぱこういうのが出るのが、やっぱこう、時代の方向性がつかめなかった。そうです。まあ、何が次に行くのか分かんなかったですもんね。はい、これで横井軍平はだいぶダメージ受けたんですね、確か。あ、そうなんですか。企業、あの社内的に、はい、第一開発部、第二開発部があって、第一開発部の地位が大きい下がったことになったんです、はい、だからどこかで読んだ記憶があります、うん、はい、それとまあ次にサターンが最強の二次元ハード出てきますが、これはバーチャファイターとかの話ですよね、はい、何システム32とか、はい、日経科学が出してた本の紹介文かなんかがかなりそこに書いてあったんですけど、うん、一応スプライトがまだあるんですよ。ああ、そうなんですね。で、テクチャーっていうのはスプライトを貼るという無茶な技をしていて、うん、サターンでは。で、しかもなんか最初は32ビットの絵は SH2 を1個のはずだったのが、なんか2個乗っけてますね。あの、任天堂がルトラ64っていらっしゃったから、はいはい、2個乗っけてしまって、CM 64ビット9って言ったら。サターンではセガはとりあえず何でも盛ろうとします。はい、で、まあ、その結果、部品点数多くなりすぎて、うん、あのコストダウンできなかったんですよ。あれなんか前回したっけ、なんかセガは何でも縦に積むみたいな話。そうですね。まあメガタワーです。メガタワー。で次にプレイステーションで、はい、SE の社長の草薙健が中心的な役に果たして、システム G、これスズメ電波少年のやつだってすっかり忘れてましたね。はい。これは朝倉さんからの本からですね。うん、はい。プレイステーションのハードウェアの性能目標は世界最高水準のグラフィック 3D 性能、アーケードゲーム機に相当する 2DA 性能、そして CPU 演算機能、そして価格が安い、ゲームソフト2本を購入して5万円以内、これはなんか非常にマーケティング的にいい気がしますね。で 3D とアーキテクチャについて252ページで書いてますけど、こうスクリーン画面と平行で大きくないオブジェクトを分離スプライト層と BDS を再現するアーキテクチャを採用したとあります、まあ、こうなんかそれより前のやつってこう 何層かこう重ねていくって形のグラフィックだったのを、あの 3D 空間だけ奥行きゼロで全部並べたっていう風な形で無理やり 2D を表現するという形でプレイステーションを作ることによって、あのサターンが 3D ガイドを入れてたんですね、 3D と別に。そこでチップを減らして低コスト化に成功するというのが、まあ、最終的に長期的には効いた、はい、そして任天堂64の話ですが、これは大難産のハードだったって書いてあります。えらい遅れましたよね、なんかその先解除参加しましたからね、うん、なんかまだ出ないまだ出ない、もうまだ出ないぞみたいな、はい、でスーファミを安くするチケットをつけて一生懸命ありましたね。でこのスーパードンキーコングが、まあ、これはあのスーファミの限界を超えたと言われてますが、確かに画面がものすごかった、というかプレイステーションのソフトでもこれいいかっていくらでもありましたね、はい、で
そして4000円しか購入できるクーポン券というのはすごい、はい、なりふり構ってない感じがしましたけど、ウルトラ64っていうのがあって大難産だったっていう話、うん、あ出てきます。でそれで結局 CD ロームを使わなかったんですね。これが特徴的でしょうかね。まあ、64DD って後で出て、はい、後で出ましたけど、64DD がありましたけど、これはこれはやっぱりネットもつなげたけど、両つも発売当初から時代遅れ。そういうイメージないですよね。64でそのネットがつなげるとか、はい、64DD とか。初年度10万人が1万5000人しか集まらない。大体64の話するとマリオかゼルダか。スマブラそれは前回もちょっと前回もちょっと出ましたけど、ソフトはいいのが出ていて、まあユーリもあれでしょ、任天堂じゃなくてマリオ64褒めてた。それとゼルダの 3D のやつでしたっけ、はい、ほぼ今の TPS の操作を全部決めてしまったゲーム。それは前回も結構したと思います、うん、が別にそれはそれとして、でもまあ売れてなくもなかったですよ。ね、アメリカの方が売れて、うん、はい、でだから基本的に赤ではなかったんですね、うんうん、はい、それでまあ前回もちょっとマザーの話しましたけど、あれとかは64で出すはずだったわけですが、あ、スーファミの後64で出た後、結局こう広げた風呂敷を詰めなくなって、結局ほとんど2と同じフォーマットでこう携帯ゲームに落としたというようなゲームアドバンスに落としたという話でしたね。で半大台数の推理、これも前回ちょっとこの124の表とかも前回やったと思いますけど、と次の12.2か発売ハードのタイトル数の表とかもまあやりましたね、確かやったと思います。そして価格競争の話ですね、はい、はい、でリピーターのビジネスモデルがそれなりに成功したと。これは廉価版の話ですね、はい、で続いて開発の資金が低くて、かつサードパーティーの参入しやすかったって話があります。開発キットが安かったとか、はい、なんか割とそのインディーの開発者を取り込もうみたいな努力もなんか、うん、そのぐらいからですよね、多分、はい、ゲームやろうぜで、うん、であの人たちって X68000 とか PC98 で同時をしてた人たちなんですよ、を引き込んでっていう形でやったっていうのが感じなんです、うん、でアードはセガが本体の価格競争に耐えられないと、それも今さっき話に出ましたけど、その話があって、で面白いのはやっぱりこの260ページの126ですね、表126、はい、この露骨な PS なんて半額以下ですね、あ PS じゃない、セガサターンは15000円、やっぱり一生懸命耐えて下げたんですけど、こう出血しまくってます。これはちょっとねすごい話ですね、3分の1ですよ、うん、プレイステーションは結構自社開発のチップが多かったんで、うん、ソニーがまあ自分たちで束ねて、うん、X 化できたんですけど、サターンは外部から結構買ってたのがあって、日立でしたっけ、 SH2 は日立ですし、他も一回似たようなもんで、チップの数減らせないか、原価は下がらないにもかかわらず本体価格下げたから大出血です。はい、でまとめとしてはゲーム価格の低下、これも前回やりましたね、ソフトが安くなって、うんうん、その代わりゲーム会社の利益が結果的に上がったと、はい、そしてハードウェアごとの文化があって、まあ、プレステ派かサタン派かっていうような話でしょうか、はありました。では差があったんですね、だから64は確かになんか違う世界のものみたいなイメージがあったような気がする。64はね、おおむねプレステ派かサタン派かでこうなんかいがみ合い、まあ、64は64だからみたいな、そんな感じですね、そんな話で、あちょ音楽時々スマブラとか遊ばしてくんねえかみたいな、はい、そういう位置づけをで音楽はパラッパラッパで音楽者アクションの話も前回してもらいました。で続いての締めとしてポストプレイステーションの巡ってという265ページで、ドリームキャストとセガのハード事業撤退という、こうドリームキャストの CM とか当時すごかったですが、はい、これか267ページの注釈4ですね、広告宣伝、これは一見の価値あると思いますけど、秋元康なんですねこれね、はい、サターンの後期ぐらいからでしたっけ、秋元康ってだったかと思います、ちゃんと把握してないんですけど、はい、これは自虐 CM っていうのでせがって出せよなっていうふうに、まあ、ネットに結構落ちてるから、ね、はい、あります、うん、CM も見れますけど、言わせてそれをこう何人課長でしたっけこれ、湯川専務がこう逆手術してドリームキャストを開発するというような、せがは倒れたままなのかもしれない、そうですね、うん、懐かしいです。
これはあの CM としては非常に面白かったし、うん、まあ、ドリームキャストでもこれは結局はうまくいかなかった。まあ、日本での発売が結構、最初につまずいたのと、あでその後結局あの期待されてた球が開発が遅れに遅れて、まあ、作画体制に遅れて出会ったりとか、あとシェンムーですよね。あシェンムーは70億突っ込んで開発遅れてあるべきだったので、はいはい、あの悪くはないですけど物語何これって言うのだから発売日には結局ようやく2日で締め切って発売日には15万台しか良くない、要は、うん、需要と供給をうまくコントロールできなかった、ブロマネ失敗は、はい、PS3 なんかもそうですけど、やっぱ新規開発してるので、プロマネの代表的なソフトって何ですか、PS を除いて、ファンタシースターオンライン以外は、桜大戦って書いてますね、これ3。でも桜大戦ってやっぱりサターンのイメージですよね。3かな ?3 が書いてある。うん、はい、あんまりドリキャスの話です、ね、まあ、ソニックは出てますけど、うん、ドリキャスならではのギャルゲーがいっぱい出た。いやまあ全然さ面白いですけど、そういうそれはサターンでもギャルゲーあった、はい、うん、あの結局そういった話なんですよ、うん、あれサターンの方があのエロ描写が緩かったから最初18禁が OK で、はい、最後締めたんですけど、そうですね、はい、あんまりなんかドリキャスのイメージないね、やっぱり PSO のイメージしかない、うん、そうですね、ドリキャスは CM、 確かになんかそういうあの後々シューティングがいっぱい出たハードっていうイメージは確かにありますが、あんまマニアしか反応できないような感じですが、そうですね、でこれで、ひどいことにこれは、大川勲が テコレとして社長に就任し、親会社から来てですね、そして個人資産で譲渡して赤を埋めたというですね、すごいことが書いてありますね。そう、850億出したという、すごいですよね、はい、まあ、結局それ以上に損失出したのであるか、うん、ああ、なるほど、はい、あの本田川仁正治さんという人を社長に引っ張っていて、これがまたおこけしたわけですよ、そういう前に。で、まあ、CSK のオフトップの整理やってきてダメだったから、自分が次回乗り込んでもう一段こけたと、はい、はい、そして、まあ、ゲームキビジネスとしては出版したが、互換基アーケード互換基盤、まあ、技術的にはこう見るものを残したという話ですね。トリキャスよりなんかそっちのイメージが強いですよね。ザオの方が強いですよね。なんかはい、アーケード互換基盤、そしてゲームキューブ、ゲームキューブってやっぱりちょっと印象薄い感じがありましたが、あと私があまり遊んでなかったやつは、はい、とどうしても技術が薄くなる。それ全部やるってなかなかできないんですよね。ゲームキューブを代表するソフトもなんかイメージないですね。ゲームキューブ代表するソフトって何がありますね。全然。どっちかルイージマンションのところしか覚えてないですけど。ルイージマンションだからな、やっぱり。ピクミンはこの頃ですか。ピクミン、そうです、うん、はい。ルイージマンションは面白かった。ああ、僕いや全く触ってないです。面白いですよ、ね。アーケードとかも今あります、うん。ただやっぱりなんかこう。多分この頃コンピューターゲーム一切やってなかった時じゃないかな。インターネットで断絶する気ありますよね。うん、そしてやっぱり面白かったのは、まあ、ゲームキューブはやっぱりプレイステーション2にどうしても負けてしまったって話でしょうね、うん、はい、あの、うん、それより後でしたから、で最終的に404万台、ゲームキューブは北米では1294万台、あ、そんな売れてるんですね、ゲームキューブって、はい、ドリキャメガドライブの時にセガが持ってたポジションに任天堂が入ってるんですよ、ね、あ、なるほど、あ、じゃあ全然失敗じゃないんじゃないですか。いやでもこの数だと足りない、まだ赤は出てないかもぐらいです、まあ、任天堂って価格、カードの価格付けかなり慎重なので、うんうんうん、はい、赤は出さないみたいな、はい、続いて XBOX ですが、これはマイクロソフトのゲームで日本では完全に失敗だったと言ってます、PC とのシームレスな開発ができた、これでもう日本人は麻雀ぐらいしか作れなくなるぜみたいな、ね、そういうのがあったんですよ、うん、はい、でまあこれ XBOX は基本的には、まあ、日本の住宅事情からデカすぎるとかですね、まあ、あとは海外ゲームをガチで出しすぎたという話、あるいはコアゲーマーのためのゲーム機でありながら、こう売り出し方がコア向けじゃなかったとかですね、秋葉原じゃなくて渋谷でやるとか、XBOX、XBOX、メタルフカウス、最初の初代の XBOX 全然覚えてない。なんかそれもなんか有名とかあの辺の発掘系の出し、あと有名なパターンなんで、そうですね、あのリアルタイムで私も整理したので、まあ、この辺りは私はここに書いてあることでやっぱり思うのは、こう XBOX でプレイできるようなゲーム、アクションゲームとかもあるんですけど、それやる人は PC ゲームでやってたんじゃないかというような、それがあると思うんです、多分ユーザーが被っていて、被ってますね、はい、
なんか日本で見たときにわざわざ買うと大きいっていうのがな、そうだからそれやるなら PC の方をこうなんていうかお金チューンアップして余計やるよねって話になっちゃうんじゃないでしょうか、ね、やっぱガチ勢じゃないけど PC ゲームに憧れてると安くていいゲーム機だったんだと思います、うん、そうですね、はい、ていうか今でもずっとそうなんですけど、うん、マイクロソフト系のハードはでプレイステーション2そしてポストプレイステーションは結局プレイステーション2が良かったという話勝ちましたという話ですね、うん、みんな DVD 欲しくて買ってたようなイメージがうんそれはありましたね、はい確かここのとこ角度で調べましたけどその時までの DVD プレイヤーの累計をだから発売日で超えたような感じで書いてますね。これは272ページにありますけど DVD 再生機能ってやっぱり注目されていて、うん2000年1年間の DVD プレイヤー出荷台数は前年の2倍以上になったから80万台過ぎない。 PlayStation 2は3日で年間を超えたと、うん、すごい話が書いてますね。だから大抵みんな PS2 で見てたっていう話に、うん、統計上なってしまうという。初期は多分そうなんじゃないですか、はい、でだからプレイステーション2と同時に売れたのがマトリックスなんですよ、ね、ああなるほど、はい、ああ分かりやすいですね。分かりやすいですね。いいですね、はい、なんかそれっぽいですね。こうやっぱなんか未来感を体験したいわけですよね、うんうん、そしてまあ DVD プレイヤー最初は5万円ぐらいしたと信じられないな、うん、そしてあの PS では3万9800円と、うん、ネットの接続っていうのもまあ対応周辺機器でプレイステーション BP ユニットっていうので対応したという話ですね。これ持ってないです。ハードディスクに読み込んで あとは MMORPG も、まあ、信長の野望オンラインがこれ最初なんですかね。そして、まあ、でもファイナルファンタジー11ですよね。11がやっぱりこれが某私のラブレターというあの私の先輩でラブレターというゲームで有名になった人は全く某ではないですよなんか ゲーム内で数年プレイしていたって、あそうなんですよ。そんなやつなんですね。うんまあ、数多くの配信を2000時間3000時間とかですよ、うん、すごいな2000時間もやるようなゲームなかなかないですよね。普通のペンではゲーミングまで100本近くできますよね。うんですよね、はい、なんかいつまでゼルダをやってるんだと思ったけどそれでなんかプレイ時間見たら100時間もいってなかったですからああそれはありますね、うん、2000時間ってあれの20倍でしょ一から始めて下手した弁護士通れるぐらい。そうですよ、ね、より狙いが変わりますよね。やっぱり、はい、オンラインゲームについてはこれ別項目あったっけ、ありましたっけ。ちょっとだけ書いたのが、はい、Windows 95って書いてあるパソコンの章で、はい、てかパソコン文章にちょっと書いてて、はい、で結局こうあんまり大したのが日本ではなかったからっていう形でこっち側に引っ張り直して、うん、ああなるほど。ねまあ、オンラインゲームが浸透したっていうのは、まあ、ウルティマオンラインが多分最初ですかね、はい、日本では。はい、それうん、であれパソコンだけでしたっけ。パソコンだけです。はい、今まだ一応あるんです。あまだあるんですか。あってます。はい、あの一応終了点は全部書くときに確認したので。ああなるほど。はい。これ次書けともしこれ改訂版とか出るときだと終わってサービスが全部チェックしたんですか。終了点。今年不衛法も改正されたし。もうなんか第何号ってのは全部なんかぐちゃぐちゃだから対応しときゃいいのになんでなんか完全にぐちゃぐちゃにしちゃうのかって。続いて PSX ありましたね。これはプレイステーション2家電へと転用した後で DVD レコーダーが機能があって当時は20万ぐらいだったが、まあ、あの2003年頃には普及機では80万円、ただそれは HDD と DVD レコーダー両方搭載されて79,800円という、まあ、本当に家電ですよね、これね。そうですね、 DVD レコーダーが流行ったんですよね、なんか。あの、本田徹とかが、その、DVD レコーダー批評とか書いてたりして。本田徹って、あの、オタクロンの人ですね。そうそうそう。はい。燃え、燃え、電波男。一個前ですよね、その、はい、DVD、その、レコーダーの、なんか、特本みたいなのを出して。本当に。で、本田徹って完全に消えましたね。消えたのが、なんか、まあ、なんか、意図的に消えた感がありますね。ああ、そうか。ゼロ年代のあだばなって感じですね。この本田徹のサイトすごい好きだったんですけど日安ですか。日安の頃は読んでなくて、はい、あの野球の話がメインなんですからです。本田徹ってそのなんか ひも手で何が悪いっていうようなことを開き直ったこう今、ね、先駆けの人
でも本田トールの歴史の中では中期ぐらいなんですよ、その電波男は。もうちょっと前にいろいろあって、前にだからいろいろねじれがある、いろいろあって、でその中でその DVD レコーダーという各社から出てたんですけども、それに適応するっていうのが、割とその代表的な仕事の一つで、なんか東芝の X1 だった、RDX1 だったと思うんですけど、なんかすごくプッシュしてたんですよ、まあ、全くいらない情報ですけど、はい。で PSX はなのその DVD レコーダーのなんかブームの中期から後期ぐらいだったと思うんですけど、ね、そんなもんですね。こういうことだってな気がするんだけど、で多分ソニーが期待したのの下手したら桁1個少ないぐらいしか売れてないんですよ、うん、PS2 PS3 ってこの辺りが US で大量に売って原価を下げて家電とかデジタル家電の方向に侵略していこうということをやってこけた2回です。はい、はい、でも結局あれをしぶとくやってますねで結実したみたいな扱いありました、ね、一応そうですね。たださっきその話をしてファンタジーの大学で講義した授業のやり方っていう話をして、はい、で次になんと PS2 は2002年に国内で1000万台を超えた、すごいですね。2005年には世界で 1億台大体、はい、世界でその世代のスタンダードのって1億なんですよ、うん、ああなるほど、はい、一番偉い機種が1億ぐらい PS も超えてますし、うん、で PS3、Xbox360、Wii 終わりの始まりっていうなんか意味深な宿題がついてますが、まあ、家庭用ゲームこの辺で、はい、もう、うん、はい、そうですね、はい、でそれで重厚長大化っていうことがありましたけど、うん、Wii は違ったという話で、結局 Wii が勝ってしまったっていう話ですが、長期的にはそうでもない、はい、全部こうメルトダウンしていったっていう話、はい、でこの世代の特徴としてインターネット常時接続と、かつ、OS アップデートされていくわけですね、はい、本当にパソコンみたいになっていくわけですが、なんか常時接続じゃなかった時代が思い出せないですよね。なんかあの23時3分前からこうアクセスしてた時代とか、23時テレ放題とか、そうそうそう、アクセスするともう完全にパンクして繋がらないわけですよ。だから若干お金払って、ネットがテレ放題っていう23だとフリータイムで、無料だから夜だけネット使うと。だからその前にやつないとかないと繋がらなくなるとか、いや繋げてもいいんだけどお金がすごくかかるから。うん、いやだからちょっと前だけに、まあ、3分前だと10円で済むからっていう、なるほど。で無線も大変だったんですよ。なんか今と無線でつなぐじゃないですか、うん、ああいうネットワークって、で基本的に有線じゃないとつながらないんですけども、うん、この LBC のとある端末は2台買うとそこの間が無線で飛ばせるっていう謎の機能があって、へはい、まあ、ゲームとしてはドリームキャストが最初ですね、標準で。PS2 はオプションで付けた感じですけど、結局、定着者のこの次の世代からですね。で、続いて PS3 は、これは尖ったアーキテクチャだったが失敗したという話になっていますが、まあ、東芝と IBM と東芝と共開発したセル使っていると、うん、で、これは汎用的なコア1個と、マジメンスにコア8個。組み合わせはヘテロジニアスマルチコアという設計になってあった。でもミニコアって考えたらなんか最初ですよね、これが。そうですね、インテル側の携帯より同じかちょっと早い。ちょっと早いんじゃないかな。当時では最先端、はい、最高速です、ね。セルとはサンのなんかミニコアのやつが、スパークの、はい、なんか基本だから、なんか、はい、多分最初期のやつで。うん、で、なんと、こうライセンスだけじゃなくて半導体からも利益を上げるべく積極的に開発投資をして、なんとセルの製造のために 2000億円、総額で5000億円を投資したと、まあ、気が遠くなるようなことが書いてありますね。石を自分で作るとなるとそれぐらいのことはすごいですね。で CPU 性能以外でもずば抜けていた、本当は PC 以上ですね、今回ね、この時代は、これはね、もうスパコンがゲーム機になったって感じの扱いでした、うん、でグラフィックスは当時主要だったフル HD 規格で、フル HD 対応 TV に接続できる HDMI 端子を搭載したと、うん、で DVD 次第 EVD でブルーレイですね、はい、ブルーレイが搭載されたと、でホームサーバー有線 LAN と無線 LAN が標準搭載、そして、ダウンロードできると、うん、であとはダウンロード購入した CD、 ゲームや音楽 CD や動画データも保存可能、うん、そしてなんとメールもできるという話ですね、はい、メールもできるし、リナックスも動く、そうか、リナックスリナックス動くんでしたっけ、動くんですよ、いや初期型だけだったと思うんですけど、はい、
大体エビとかの温床になっちゃったんで全部殺してきました。そうですね、あの、はい、特にいいことはあのソニーにとってはいいことが何もないという結論に達し、うん、で周辺機器のテレビ番組も録画できるようになりました。トルネコットとしてはありますよ。あの、はい、うちの、ね、この間ようやく買ったテレビがトルネですよ。あ、本当に。トルネっていう、いや僕は今月だ。PS3 はやったことありますけど、そこまでやってないので。実はこれが初の100万だった。うん、はい。あ、周辺機器。みんなだから PS3 でテレビを見ると、うん、本当に操作早かったんですよ、うん、当時のプレイヤーに比べて、うんうん、快適だった、はい、あそうですね、 PS3 の人はみんななんかトロニーの話をしてたような気がしますなんか、はい、確かにそうか。で、これは PS3 は HDD 容量ハードディスクが 20GB の廉価モデルが62,970円、あれは2,790円で、まあ、高くなるんで高いですね。ただこれ最初のアナウンスで下げちゃうんですけど、最初よりも安い買ったはず、ちょっと下げたんで、はい、で価格は今日東京ゲームショーでこの後9月で 49,980円、これぐらいの印象がありますね。 60GB は北米で600ドル約で、値下げのようによってやっぱり苦労したと、開発投資しすぎてしたものが回収できなかったです、ね、はい、まあ後で大体どれぐらいあるか書いてますか、はい、書いてますね。で半導体レーザーの予算が遅れたので日本代のまたなんかやっぱり開発が追いつかないっていうのは基本的に、うん、開発というか生産が追いつかない、生産が追いつかないっていうのはよくあるじゃないことが分かりますね。で初年度が61万、2006年61万台と、で2007年には39,800円のモデル、大きなビジネスにちょっと似てる気がしないでこの生産が遅れてひどいです。2009年には29,800円となっていますと。で、これはセルの用途拡大も PS3 の売り上げ伸びない、設備の喧嘩消去は進まない、チップ開発高止まり、セルの普及進まないという悪循環、うん、最悪ですねこれね。でいやまあ当時のことを思うと、なんかあんまり専用のチップっていう時代がもう完全になんかそういうの流行らないぐらいのイメージだったと思うんですよね。あーゲーム業界のことはさておき、そうなんですか、なんか普通にもう、いやあってインテルですらその IA64 のアーキテクチャはもうなんか何それみたいな反応だったような気がしますし、そうですそうです、はい、でもゲーム業界的には割と悲鳴が上がっていて、うん、そのこれがそういうプレイステーション3が開発がしづらいのと、うん、開発キット買うと1000万から1500万ぐらいしたので、あんまり中小が参入できないみたいなハードウェアになっていて、それでソフトがなかなか出しづらいみたいな、ああそれでみんな携帯ゲームも行ってしまうというわけで、そんな事情があったので、最終的にあのセルのための工場を売却したわけですね。2000億円かけて設立したものを1000億円で売却しちゃうという悲しいことになりまして、 PS3 は1000万台超えてる、まあ売れてる感じはありましたけどね。ただやっぱりその売れてるのと実際に、実際の売れてるのと儲かるのは別というこう問題があると。で Xbox360、 これもなんか高値の花のイメージがありましたが、そうですか、なんか、はい、2万円ぐらいのしかないです。そんな安かった、そんな安かったです。これは価格は書いてないですが、最後書いたの覚えてないです。あ、主にアイドルマスターのイメージです。アイドルマスターとシュタインズゲートですね、はいはいはい、そうか、そうなっちゃいます、うん、シュタインズゲートって言えばこれだった。いやなんかブルードラゴンとかなんかそういうのがあったような気がしないでもないなっていうのは薄ぼんやりとありますけど、ブルードラゴンも確かにブルードラゴンって沢口とかが作ってる、そう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 、はい、別に衛星をなんか日本では、Xbox やましっていうレベルの負け方、うん、そうですね、はい、キネクトだけなんか書いてある、あ、はい、そうですね、はい、キネクトはこれ Windows 用にドライバーが配布されたって感じ。結局みんな、はい、勝手にハッキングして作ったドライバーを誰かが配布してたんで、はい、マイクロソフトが見られて自分で出したんです。あとあれだ、Xbox といえばコントローラーですよ、コントローラー。Xbox の6が。でかいやつ。でかいやつ。でかい。いや、あれなんか PC 用に簡単につながるから、はい、あ、なんかスタンダードになったよね。はい。インディーズの現場では一応使われてます、はい。で、続いて、これは、280ページで Wii の話、はい、革新と停滞、うん、Wii はこれはあの、まあ、イノベーションの方向をもう完全にこうそのなんだろう、軍拡競争的な感じの重厚長大化からは完全に外したという、まあ、それは分かりやすかったですよね。で、新しいインターフェースがもたらす新しい面白さということで、でこれは、まあ、ハードの特性上もそうなんですけども、こうあれでしょうかね、やっぱりあの281ページにあるこう問題、あのまとめてある箇条書きにされているもので、うん、まあ、置く場所とか価格とかネット接続とかっていうのはもうユーザー思考として、う
やっていて、バーチャルコンソールとか、あとはまああのニュースや天気予報などのチャンネルも設けると。リモコン、あとはあのリモコンをこう触れるわけですよね。リモコンがコントローラーがこう特別なのがあって、あとは Wii Fit とかそういうトレーニング用のゲームとはゲーミフィケーションでしょうか、一種のね走りでしょうか、そういうソフトもあった。ハードウェアのまとめがこれ折れ線グラフになって、282ページの方でまとめられています。でこれはプレイステーション1は1994年、プレイステーション2は2000年、Wii 2006年の代わりで入れ替わっているという話ですね。6年周期 で、そうですね、はい、でハードウェアの累計販売台数は Wii が多いが、 PS2 の3市場規模が大きくなるのはライト層とコア層のこう市場の違い であったという話ですね。これどっちがいいのかって何とも言えないところがあります、ね、何とも言えない上に任天堂信者はライト層に含まれるのかどうか。任天堂信者ってそんなにいります？結構いますよ。まあゼルダ売れる数ぐらい、ね、はいます、ね。ゼルダ売れるためにスイッチを買う。どこ任天堂が好きかっていうのもいろいろあるじゃないですか。そう、ポケモンが好きと一口に言っても、なんかこう可愛らしい部分のポケモンが好きな人と、なんか個体値で延々とこうなんかこう病気みたいにやるのが好きな人。ますね。はい。で続いて283ページの世界の市場規模の拡大、日本での停滞、日本市場が相対的に地位が停滞していった、これ市場規模でもそうなんですね。でまあ両市場のピークはリーマンショックが出る影響の前の2008年、ピーク時には日本市場の線は 13% まで停滞と書いてあって、この流れというのも284ページのグラフになっています。これも分かりやすいですね。で任天堂は別格だが、レガのゲーム機はエレクトロニックアーツや UBI といった海外のゲーム専業企業と比べると家庭用ゲームでやっぱり負けてしまうと同じです。まあ売れ線のジャンルの違いっていうのがあるよと、これはよく文化論的によく言われますが、なんか非常に雑な文化論が多くて生き生きしますね。まあまあね、日本はエロだが海外は暴力だみたいな話がよくある。まあまあまあありますけど、確かに、はい、まあ、ただ端的に言うときはもうそう言ってしまいますよ、めんどくさいから。はい、まあそうですね、そこはなんか確かに、でも店はこの辺からなんか日本の、ざっくり日本人がゲームに飽きたというような、 なんか漠然とした印象は、まあ、確かにちょっとあるかもしれないですね。あ、なるほど、はい、うん、一応ジャンルとしては FPS っていうファーストパーソンシューター、一人称視点のシューティングのものや、あのスポーツゲームっていうのは日本より海外の方がずっと強いってことが書いてありますね。まあっていうのも、まあなんか、いや、ざっくりとした括り方で、まあ英語圏北米でしょうね、よくね、簡単に言えば欧州北米、まあ両方ある程度ランキングは似てるので、はい、まああの、うん、FPS こんなに大好きなやっぱさすがアメリカですけど、ね、FPS はやっぱりアメリカのジャンルって感じしますよね。PS からちょっと発売地域が増えたから感じが違うかもしれないですけど、あんまりちゃんと追っかけてないんで、うん、はい、この辺り文化論的に考えると面白いことがいろいろ出てくると思いますが、はい、それはさておき積みますと、まあ、絵柄の違いってのは当然あれでしょうね、はい、アニメ、日本のアニメ、うん、特に萌え系のものと海外のリアル系って全然違うので、はい、うん、それがあると。あとは、ゲーム機種開発の大規模化と海外市場の確率、287ページですが、ドラクエが典型的だって書いてます。いや、これ要するに開発規模が、ファミコンのことから比べられる分かりやすい例を考えたこれしかなかったんです。一桁、そうか、一桁が今100人超え、 8作目まで。ああ、もうこれ YouTube かにご同行忘れましたけど、全部動画を確認してそれを全部完成ました。ああ、エンディングクレジットです。なるほど、これは非常に面白いのは誤差があると思います。288ページ、はいはい、歴代のスタッフロールの数がまとめられて、はい、これ結構つらかったな。どうやって開発してるのか想像できないな、こんな人数いて。はい、はい、あ、いや、まあ人数のいる開発自体はもう結構結局ありますけど。そうですか、だって100人超えのゲームじゃないですか。シナリオだけで14人とかってちょっとね。ああ、もうなんかでもでかい映画だとなくもないんじゃないですか、そういうのって。あのイベントごとに切っちゃったりとか、はい、みたいな形で、はい、サブとかもしかしたら構成役みたいなのも入っちゃうかもしれない。基本的に本当にメインディレクターと、うん、こうサブの場面ごとのと統括して撮るみたいなコースですよね、多分。ドラクエみたいなゲームだと街の人の情報を書くだけ人とか。ああ、なるほど、一応
ひどい意味ではシナリオで、ね、でも一応その堀有事テイストを出さなきゃいけないでしょ。ああそうです、ね、最終的なそのシナリオディレクターみたいな人はもちろん別ですけど、だから前回あのマザー3の話をちょっとしたんですけど、あれちょっと調べたらこうやたらねセリフがセリフが全員名前があったりするんですよ。すげえ凝ってるなと思って聞いたら、最後なんか1ヶ月ぐらい二刀流してたと缶詰にして全部こう口述筆記でセリフを取ったっていうか、エクセルに全部まとめてったって話、なんか全部書く前ここを出すことは分かりながらみたいな、そういう世界。逆に言うとやっぱりそれはかなり糸井重里個人なわけですよ。それはだからすごい作家性出るよなって話で、でそうするとマザースリーのあの規模だから できた話みたいな、まあそうです、ね、今か目から見るとちっちゃいゲームじゃないですか、そのうんそうです、ね、ビッグゲームではない、まあでもあれぐらいがやっぱり作品としては限界でしょう、ね、一人でやれる限界、一人でやれる 限界を感じましたね、エピソードキャラして。1ヶ月だからホテルに缶詰してずっと口述取らせるっていうのはなかなかできないそういうはい、だからこれはある意味あのそうか、ファイナルファンタジーの13は PS3 がここにアーティスト180名、プログラマー30名、ゲームデザイナー36名、すごいですね。当然意思疎通に苦労し開発に大きな遅れが出るという、まあこれもで、まあ、最後一本道とボロクソ言われたり、まあ、だからビッグゲーム化するのは面白くなるわけじゃないという話になっちゃいます、はい、どうしてもね。まあそうですよね、別に特に面白い保証なんかないですよね、その大きい、はい、大きいゲームの。グランドセフトオート4はなんと開発費が1億ドルを超えていると知らなかった。そうなんです、まあこのハイエンドなゲームって金もかかるってやっぱり。でも GTA4 は売れてますよね、売れてますね、だから僕気ですけど、あれ1000万本オーダーですね、1000万本オーダーですね、もうそのレベルの予算をまず日本のゲームは突っ込めないんで、世界で食い込めないと、うん、そう、まあ、これも広大な話に、まあ、ハリウッド映画を超えましたから、ちょっと予算的に、そうですね、正直に、うん、GTA はよくなんか突っ込みましたよ、そんだけお金収支はつかなくなったんだと思いますけど、うん、そうですよね、なんかこの時期ってリーマンショックで、あのなんかもう無理と思ったとか、うん、バンバンスタジオ締め上げ出したりとか、そうですよね、その中で多分最後に特攻かけたらうちのいくらと思います、うん、ただ日本でもその海外ゲームがあんまり入らなく、まあ80年代とかはガンガン入ってきてる感じがありましたが、うん、その2000年代は、まあ、私の感じが言っても入らなかったので、そうですね、ダンジョンマスターぐらいから入らないから、はい、あの辺ぐらいからローテンゲームもバッチリ切れちゃったし、切れちゃって、それはまあ安田先生と話した時に、うん、安田先生と話した時にもうよく分かって、うん、この辺からはもうみたいな話しました、ね、なるほど、この時期に海外 RPG のPRPG の翻訳をしてると本当に切れてることによって新規が増えないので大変でした、うん、D&D とかはね、こうそういうテイストのものが海外でいっぱいあるんだけど、ディアブロとかがせいぐらいですね、あ、ディアブロは確かにちょっと例外的にっていうか、ディアブロは例外的に、いやディアブロインターネット普及初期に C で、はい、あの頃も日本でエロゲーぐらいになってたんで、はいはい、飛びついた、ブリザードゲーの、はいはい、だからディアブロとかバルザーズ、バルザーズゲートとかですよ、それぐらい、この辺で PC でゲーム遊びたかったら、もう海外ものに職しかなかったんで、まあ、ブリザードっていうその海外ゲームの一番 最大手に近いところがあって、非常にこうゲーム性もグラフィックも凝ったものを出してくる、そういうのが日本に入ってこなかったんです、うんうん、入ってきたっていうか入ってくるタイトルはやっぱりマニア向けになっちゃう、入ってはいるんだけど、まあ、マニアしか遊ばないような環境で、どうしたの、なぜか、あんまりね、多分コンシューマーが求めるものとは違ったと思うんですよね、うん、当時の日本も多分、うん、まあそれは文化的にいろいろ言えるんですけど、うん、まあ一つはやっぱり90年代前半でこう海外から流れって消えてしまって、うん、それでこう日本独自のこう美意識というか、うん、そういうのが打ち出されてきて、それが海外とこう、うん、なんか遣唐使をやめたみたいな、遣唐使をやめたみたいな、あ、そんな感じ、一応国風文化といえばあのいそういうふうに言う人も多いんだけど、結果的にはでもそれは海外の市場でも負けてるし、文化的にもなんかオタクの気持ち悪い感性がみたいになってしまうしという、こうそういう、こう、ま、ルサンチマンもあったわけです、うん、なんか PC ゲームが PC98VM でずっと固まっちゃって IBM VGA、VGXGA と
ラフィックが進化していった間も 640×416 色続いたわけですよ、うん、はい、その後もこの頃僕も海外ゲームの雑誌いっぱいできましたけど1号とかで終わっちゃうんですね、うんうんうん、大体なるほどのゲーム好きはやっぱ海外のやつ飛びつくんですけど、そうだから一般に出ないんですよ、ね、ここで出てくる1000万もう1000億円かけたっていう GTA とグランセフトオートとかが日本に入ってきてすごいんだぜみたいになってきた、うん、グランセフトオートとかはまあでも、うん、カプコン頑張ってなんかいろんなところに入れてました、入れてたので、さすがにある程度国際的4がカプコンに入れてあれだから Z ステークになっちゃったんもあって、うん、ですね、うん、あそう暴力描写 で30万本じゃなかったかな日本だと、うん、はい、エロ描写とかこれカットされたわけですね確かね、まあエロ描写ってほどのエロ描写は、いやエロってことじゃないそれはそうだけど、うん、でもレーティングに引っかかっちゃうわけでしょ、まあでもあれだってカーセックスとかでしょ、そう車が揺れるだけで車が揺れるだけで、まあどっちかって言ったら殺人描写でしょあれは、はい、引っかかったのは殺す方ですね、あのグランドセフト、あそうか草田さんは知らないのか、うん、グランドソフトウェアオートって英語でまあ車泥棒って言うんですけど、うん、まあ、車を泥棒したり、その辺の人を引いたりその辺の人を射殺したり、まあ、割と何でもできるっちゃ何でもできるんですけれども実際のところ結構警察が厳しいのであんまり何でもできる何でもできるけどすぐ捕まる現代、21世紀を代表するゲームの一つです、なんていうゲーム、グランドセフトオート、21世紀を代表するゲームなのはグランドセフトオート3からです、うん、2までは出なかったもとしてい あれはあれで面白い、ポスタルとかをこれ入れたんですね、頑張ってしかまとめやってないんですよグランドセフトオート、はい、あれ1のなんかちまちました感じすごくいいんですけど、グランドセフトオート1ってなんでグランドセフトオート3から有名かっていうと 3D なんですよグランドセフトオートが、うん、ですごくそれで世界も広がったので、それでオープンワールドの代表作って有名になったんですけども、うん、グランドセフトオート1は 2D でなんかミニカーで人なんかこう人形を引いてるみたいな、なんか可愛らしい感じのゲームで、それもで警察がすごい厳しいので基本安全運転なんですよ、とにかく安全運転でここだって時だけフルスピードで基本的に三宅さんが言ってるゲーム AI みたいな話っていうのは、うん、グランドセフトオートみたいな箱庭だけど細部まで細かく設定されてるってものを統制するために出てきたわけです、うん、だからファイナルファンタジーの一番新しい15でしたっけ、あれとかってグランドセフトオートっぽいことやりたかったわけでしょ、まあ、あれは水曜どうでしょうい, やいや、やりたかった要はその箱庭としての別世界っていうのをちゃんと作りたかったっていう話、うんうん、はい、だからそういったが技術的な方法でもこう日本はこれで遅れ出してます、ね、そうですから、はい、なんかそうですね、アニメとか使ったゲームがなんかすごく売れますみたいな、いやアニメは近くじゃない、アニメはちょっと、まあ、そもそも鳥山明のアニメと言えなくもないですけど、うん、いわゆる萌え映画売りっていう話はここ10年だと思うんですけど、そんな前から、いや、だからいわゆるその日本の、大きめのスタジオのゲームがその萌え系のだから新アニメ系のキャラクターにシフトしたのってそんな古くからではない、まあでも21世紀から新アニメ自体が2000年ぐらいぐらいからですよね、だから0年代特有の現象でしょ、0年代の後半だと思うんですよね、なんか前半は技術的にはトゥーレンダリングっていわれる、要はアニメキャラ調の色分けがバチッと分かれたような 3D グラフィックスが出だしたのが、漫画は結構出たから、ね、ジェットスイートラジオかな、漫画もだから漫画は、それは漫画とかラノベとかになると、うん、その流行をもろに受けるので、しかもちょっと時間、2006年にエッセンに行った時に、エッセンですでにそういう漫画ありました、それこそ高橋留美子とか、いっぱいあって、まあそういうのもあるんですけど、うん、その日本のスタジオのメガヒットタイトルにそういうものが含まれたかというと、そうでもなかったと思うんですよね、あれはまあジェットセットラジオ、でもジェットセットラジオはちょっと味付けは全然違うじゃないですか、うん、まだトゥーンレンダリングとはいえ、まだ尖ってる感じで、うん、ただ技術的な上辺で確立して、モエモエしたキャラクターの顔のまま 3D に落とす技術が確立されてるんですよ、たぶんユメリアが2000年代中盤懐かしいなとか、はい、アイマスが2000、Xbox 版が2008かなぐらいですよね、だから、はい、やっぱりそれ以降だと思うんですけど、その辺が先は日本で売れるのはそういうものっていう感じになります、そういうなんかこう、まあ、ガラパゴス化ですよね、うん、一種の、はい、そういうのは海外では売れないということ、売れないです、売れないっていうか別にすごい売れないわけじゃないんだけど、アジア圏ではそうでもないんですけど、うん、すごい売れないってことじゃないんだけど、まあ独自のカルチャーだよねって話、なるほどね、まあペルソナぐらいまで突き進むと、まあ確かに、はい、という話ですか、全く売れないわけじゃないんだけど、売れる規模はやっぱり一二桁違う、メインストリームではない、ではない、はい、
はい、向こうのお宅用と、まあそうですね、こっちのお宅用でもある、まあ、いわゆる、まあ、だからジャパニメーションお宅とかの人に向けてですと。だからその逆に言うとそのこっちもオタク用なんですよやっぱり、うん、でなんかそのメインストリーム向けの日本のタイトルってなんかふわっとなんかメインストリームだからやっぱりそのスクエアとかがその90年代作った時っていうのはそういう意味でオタク向けに作ったわけではないですよ明らかに、うん、はい、ただやっぱりそういうこと自体をもうできなくなっちゃうっていうわけですよね、うん、まあ8からだな、うん、はいはいはい、なんかそうですね、そういう感じになんか、ね、うん、あんまりだからその別にオタクじゃない人みたいなゲーマーっていうのをあんまり想定しない感じになってた感じはあるかなという、うん、最近はどうなんですか。最近コンシューマーのゲーマーってオタク以外やんないでしょだってあのスマホに全部持ってくるああそうだね、はい、だから基本的にあのスマホまだ買ってもらえない小中学生みたいなちっちゃいのを、うん、なるほどね、スマホゲームでは汚らない間にの大体両極です。スプラトゥーンとかはどうするの、うん、スプラトゥーンはだあのほぼ全てのオタクがやってるじゃないですかいやいや一般の一般の人ある程度一般にも受けたある程度は、まあ、はい、あの FPS を非常に似てるとまあ確かに、うん、解釈しただから昨日大学でこう、うん、去年マリオの初代を見せた、うん、見せて分析というか分析の真似事みたいなのをやったわけです。ドラクエ1もマリオも去年は実際やったことやるのはゼロゼロでしたけど、今年は5人ぐらいいたマリオは、うんうん、マリオメーカーのせいだと思う。ああなるほど、マリオメーカー、はい、じゃあ Wii をそれなりに触った人はいるんですね。いるってことは、あとはファミコンミニか。ああはいはいはい、ああファミコンクラシックミニか、はいはい、クラシックミニ、ああ、はい、まあそれはそうなのかもしれないですね、うんうん、まあだからそういうちょっとぐらいはいるけれども、うん、あんまりやっぱりなんかその一般の人向けのものっていう感じではもうそのいや終わりの始まりがだから2008ぐらいから、2007ぐらいからでもう終わった後の世界っていうイメージはありますよ。基本的にはやっぱり拡散ですよね、うん、はい。スマホのゲームってのはどういうゲームなの？あのテトリスみたいなゲームで、そういうそんなことはないですよ。そんなことはないですけど。あでもね、あのものすごく大括りに言えばそんな感じないですよ。でも、うん、まあパズドラから始まるんですけど、日本のやつは基本的にキャラクターを集めてバトルし、であとジャンプ方式で言えばいいのかな。強いやつが、まあ、基本的に言うと強いキャラクターを作る。草場さんに分かるように言うと TCG ですよ。テトリスと TCG を混ぜた感じ。あ確かにそれが一番いいかも、うん、はい、だから空き時間でちょこちょことやってそのめんどくさいなと思ったらちょっと金を入れれば強いアイテムとかに入る。TCG なんでお金を買ってカードを買うわけです、うん、カードも買わなきゃいけない。ゲーム性としては割となんかとあの、まあ、パズルゲームみたいなのは割と多いです、うん、それはあのなんていうかアクション要素を持たせるためにパズルっぽいことをやらせるわけ、うん、面白いのか。いや僕はいやそんな、うん、いや僕はやんないですかもしれません。マズなんですけどかなり運要素が、うん、あ面白いから。ガチ勢だけだと売れないから運が。いやでも電車乗ってるとみんなやってる。うん、ああ、うん、ゲームとも限らんかあれは。いややってる人多いですよ。多いですよ。多いです、多いです。はい、なあ、はや、あでも、あ面白いか面白くないかっていうとまああれですけど、でもその例えばそういう。おまあ、ここに出てきた今までこう、うん、対象になってたような、まあ、ゲームってはもう100時間かかるわけですから、うん、そういうのにまあまあできないじゃないですかそんなゲーム、うん、だからまあ45秒でやれるもんって言ったらまあまあね、そうなるよね。そんなあのアーケードゲームの光景というイメージで大体今日は3分とかです。あそうだね、アーケードゲームそんなもんだもんね。そうだ、本当に今になってこの当時なんでこの100円に入れて3分でこの100円没収されるんだみたいな憤りを覚えていたその学生時代からこの無駄に年を重ねて今になると100円たった100円で3分間で終わらせてくれるなんてありがたいんだみたいな。それは前回も言ってた。そうそうそう価値観あのだあとダーダーと続かないというのがいいと思うかと、うん、ああなるほどね、はいはい、いやゼルダ前あの先月の時点ではゼルダやってなかったんですよ僕は、はい、あの5月スイッチのやつ、スイッチのそう、はい、でゴールデンウィークから始めて、はい、面白いんだけどもいつまで俺はこのゲームとじゃこう付き合わなければならないなっていうのはいや面白いからやるけども、はい、つまんなかったらもうこんなもん捨てていけどでも面白いけどもしかしたら僕は永遠にパラノイアの編集を始められないかもしれない危機感が結構あったんです。昔だとドラクエ7とかそういう感覚ですよね、ドラクエ7って100時間かかるやつ、はい、持ってるけどやってない、やっても終わらない、はい、
このリンクの山登りを僕はいつまで続けなければいけないんだろうって、はい、でも僕は昔やっぱ永遠にできるゲームってやりたいなと。ああそうですか、うん、あの今なるべく3分間で終わらせてほしいですこれ今レトロゲームしかやってないから何とも言えない、はい、あのまあそういうことで、あのあとは企業間の買収の話とか、そういう企業競争の話になっていきますね。要はもう作れなくなっちゃうので、規模の経済性を求めてこう合併をしてなんとか大きくなるか、はい、インテレクチャルプロパティって過去の有料タイトル、これは続編のが一部やっぱ売れやすいから、やっぱ5億とか10億とか突っ込みたかった、要するに高いビジネスしたいと、要するにこう確立したタイトルに依存しちゃうって話ですよね。これは用の東西を全く問わないですね。はい、はい、あとはもうそれができない規模の中小は携帯機に逃げる、映画どころじゃないですよ、うん、だからでもスタッフ全員入れ替わってるにもタイトルだけ残ってるんだ、要するにそういういくらでもある、はい、映画もさすがにそのなんかなんとか13みたいなのはそんなに多くないじゃないですか、007とか、まあ、いくつかじゃないですか、トラさんは映画まだ多分トラさんは渥美清が死んでからはやってないわけじゃないですか、炭酸水じゃないの、本当に完全に入れ替わっても同じタイトルですよね。だからゲームの場合渥美清が死んで監督もあのなんだっけ、あの山田洋次が死んでも永遠とトラさんがついてるって感じ。じゃあペリーローダンですね。ペリーそうそうペリーローダンに近い。ペリーローダンですね。ペリなんか大きなタイトルは大体全部ペリーローダンみたいな感じになって。ペリーローダンってもう日本でも500ぐらい出てますから、月2冊出るようになったから。でそのこうインテレクチャルプロパティっていうのはこうアナログゲームやってるとこう非常に強く感じる部分ですが、それはさておきこう。続編出なくなったシリーズっていうのはありますよね。この辺はなんか趣味を出して書いてますので、ね、はい、はい、ファイトハウスとか、はい、グランスとかお金準備やってるんですけど、作家大事、はい、はい、シューティング、あ、グラディウスもない、そういえばあの F0 とかもね、GBA で、あの、ま、毎回なんか出せ出せっつって、いや出さない出さないみたいな。なんでだ、面白いな。マリオカートチームに取られちゃうかもしれないですけど。はい、まあ、お友達するの嫌なのかもしれないですね。うん、で、まあ、出せるようとしても、ちっちゃな飽きないって形で、携帯ゲームを、うん、はい。そして最後、292、テクノロジードライバーとしてのゲーム機の終焉というので、こう、なんて新技術、ワクワクする新技術が乗ったスーパーなコンピューターというのがなくなってしまったという話で、はい、最後、到達点で山になってしまっていてという。はい、話です。はい。連携エレクトロニスの分解基準をかけまくって原価を叩き出した。あ、もうすごい。はい。原価あれですね。この表136で。うん。で、ウィーだけ黒なんですよ。おお。これが割といいビジョンで、はい。だからウィーだけはそういったシーソー競争にいかなかった。やっぱウィーはこれやっぱり。独自のポジションがワンアンドオンリーという感じでしょうかね。はい、そうですね、その売り方が、まあ、予想はあんま関係ないですけど、競争とかではないみたいな。うん、私はもう向こうでやってくれる。マーケットアントマに頼んじゃいましたね。そうですね。はい。で、やっぱ PS3 がひどくって、うん、1台打ったら3万円とか。すごいですよ、それ。もはや商売ではない。商売ではないです。これはやっぱりどうやって回収もできないですよ。ライセンスでも回収できない。できなかったので、結局、SCE って会社は PS1、2で稼いだ利益を丸ごと PS3 の赤字で吐き出して、1回ね、会社生産してるんです。ひどい。そんなにひどかったのか。1回なくなりましたよ。いや、あのね、はい、実は3回くらいなくなったんですけど、後で確認したら。はい、この時1回目が、1回目でしょうね。はい、ここがあったあった。すいません。ありました。294ページで書いてた債務超過の話ね。はい。ありました。完全な博打ですよね。すごい。かなり絶好調らしい。すごい博打商売ですね。当たり外れがでかいね。まあ、映画業界以上です。映画よりすごいね。映画もすごいけど、ね。映画も相当なもんですけど。まあ、だからセガだと、あの、大川会長の850円譲渡で済んだんですけど、850億円。あれでも大概ですけど。大概です。はい。会社を吹っ飛ばしちゃう。いや、そうですね。だからソニー自体を揺るがすぐらいのイメージでしたね。まあ、ね、はい、そうです、そうです。すごい話ですね、これね。で、マイクロソフトにも
あの苦戦して54億ドルの累積損失っていう話、これが、はい、あのちゃんとした記事とかはなかなかなくって、これじゃなかった、こういうのは報道されないわけですね、なかなかね、まあ、嫌なことですね、されっちゃされるんですけど、まあ、あんまり注目はされないですよ、うん、あの当然すぐ分かんないよ、いろんな情報をくっつけて決算出されるので、5000億円ですよってことは、うん、はい、マイナスですよ、すごいですよ、マイクロソフトは勝つまで続けば勝てる、まあ確かに、うん、確かに、うん、まあ、マイクロソフトなら5000億ぐらい大したことないだろうみたいなのなくはないですけど、という商売をしてはい、いや、あのマイクロソフト多分あれですよ、なんかその、コンピューティングプラットフォームとしてゲーム機が来るのかもなっていうのを思ってた節があるので、うん、それで、まあ、あのちゃんと付き合おうかみたいなのでやってたんじゃないですかね、はい、で、続いてここで重要な指摘なのはやっぱりこう HD 対応のテレビが普及していなかったのでオーバーステップスペックだったという、あれそうなんでしたっけ、書いてあります、ね、195ページに、はい、あの日本でいわゆる HDMI 端子がついた多光画質テープが普及したのは、うん、エコポイントの地震なんです、ね、そうですね、2009とか、もっとか、2012とかですね、だから PS3 はやっぱそれぐらいの時期ドライブかかるんですけど、うん、時すでに遅しというか、うん、PS4 っていつ発売したっけ、あれなんで2010年、あ、割と最近なんですね PS4 って、はい、PS4 は 4? はい、ここは14か15です。あ、14ですか。あの現在の章に書いてるぐらいです。うん、もうそんなに。じゃあかなり空いたんですね。3からこうって。はい、2014年です。はい。ああ、なんか、ああ、PS4 って発売から随分経ってるのにまだなんか現役バリバリみたいな、そんなことはないですね。発売から確かに経ってないんです。さすがにね、こう PS3 とか Xbox 360の世代って。あの投資しすぎたのか、すごく長かったんですね、なんか全然6年周期じゃないってことです、はい、はい、続いて14章これ全部終わらせます、ね、はい、携帯ゲーム機がこの章にまとめられてますね、はい、一通り、はい、入らなかったのでこう突っ込みました、はい、突っ込まれてますが、まあポケコン、あれゲームウォッチとかですね、はい、はい、ゲームウォッチでファミコンの後にゲームポケコン、これはエポック、いや、あとこれ何かのカタログ本にあって一応触れとくかって書いてあって、うん、ああ、エミューさんとか、はい、僕はゲームウォッチ好きなんでもっと気合入れてほしかった、ゲームウォッチ自体は、ファミコンのショーの最初にちょこっと ありましたね、ただあの大した量書いてなくて、やっぱり書くこと多すぎるの、うん、これですね、90ページのね、うん、これね、はい、ありましたね、そういえば熱くここで語った記憶もあります、なんか、うん、タクマンのパクリみたいなゲームをやってたような気がするそうだった、でゲームボーイとゲームギア、携帯ゲーム第一世代、はい、まあ、これはゲームボーイはアルカリ炭酸乾電池4本で35時間、うん、それぐらい遊べましたね、確かね、えらい丈夫な、はい、でえらい丈夫で象が踏んでみたい、象が踏んでも壊れないことでおなじみの、うん、はい、音はいいですよね、ゲームボーイは、モノクロでも4階調あるのでそんなに目にもきつくない、うんうん、ロンチタイトルじゃないけど、その次に直後に出たテトリスがやっぱりヒットしたという、セガ好きな人はいまだにこれで恨んでいる確かにネガドラバーのテトリスが、はい、何が、あの版権のもろもろがあって、はい、本当はセガが出すっていう話があったんですけれども、ああの任天堂の本部の中執念がいろいろあったんですけど、実ってセガ版は発売されないことになったんですそうか、あのもっとアーケードはだってセガのテトリスがあったじゃないですか、はい、だからまあ普通に考えればセガのハーブで出ると思うんですけど、そうではなかった。なんか半券の足がややこしかった。ややこしかったんですよ。なんか PC 版は BPS で。BPS でっていう形だったんで。ファミコン版も BPS ですね。はい、なんかその携帯何が何だったか忘れましたけど、まあなんか家庭用ゲームの半券はなんかちょっと別なんだよみたいなことになって、それで、任天堂のハードからしか出なくなったんですね。そうなんですね。で続いてゲームボーイ、まあ、ゲームボーイは、価格がそんなに急に落ちてはいなくて、5年後にゲームボーイブロスってのが出た、忘れてましたね、私もこれ、完全に。なんでゲームボーイポケット、ライト、ポケット、カラーって出てきました、ゲームボーイってやっぱすごい、長命な媒体ですよね、媒体ってハードウェアですよね、あのポケモンが出たからですよね、はい、うん、なんか300ページのところにハードウェアの販売数ありましたけど。はい、96年に持って戻すって、こっちからの山もすごいですよね、こっちから、はい、ポケモン専用ハードみたいな感じでボーンつって、で続いてあのライバルのゲームギアってありましたけど、うん、これは僕はマーク3と完全に互換されてて初めてここで知りました、ね、ああ、はい、マーク3だったんですねゲームギア、そう8ビット、実際にこうそのまま
正規ヒットアダプターをつけるとどうさせたって書いてありましたね。さすが小山さん、こんなネタも。でゲームギアってフルカラーですごい高性能でしたが、致命的なのはやっぱり電池が、電池のもんですよね、こいつは。炭酸6本でゲームボーイは35時間、ゲームギアは3時間でですね。あとまあ時代の制約でちょっと液晶が見づらい。はい、TFT じゃないんで、うん、ゲームギアは確かに一打つくんですよ、うん、遅延があって機械を、はい、まあそんな、あと視野角がすごい狭いとかがあって、うん、はいはい、まあ、重い。STN ですよね。STN、はい、はい、カラー STN って書いてある、はいはい、あのいろんな意味でダメダメで、はい、ゲームボーイも STN なんですけど、まだ、まあ、モノクロだから何とかなんですね、まあまあ我慢しましょうみたいな感じです、うん、はい、結局ゲームギアってみんなやってた時は持ち歩くのがいいはずなのに、アダプターつけて家でやってた。電池持たないから、持たないから、そういう話でした。あ、でも、え、PC エンジン GT よりは持つでしょ、確か。しかも機種がおかしいですか。PC エンジン GT はもう本当に一瞬できますよ、電池が。そして、ゲームボーイのさっき一回復活した話をしましたが、はい、ライバルが1998年ネオジオポケット、99年にはワンダースワン出ましたが、脅威にならず、日本国内で3247万台。信じられない数ですね、これね。日本人の4人に1人はゲームボーイを持っていたって話。うん、で、海外を含めると1億1869万台、やっぱりナンバーワンハードは1億台超えるんですね、はい、はい、で競争相手がいない環境でゲームボーイアドバンスへとタッチしたと。第2世代でネオジオポケットから始まると。ネオジオポケットって全くやった記憶ないな。でこれは単4日本で20時間かつ16ビット CPU と I'm not boy というゲームボーイアイスで刺激的な CM うんぬんと。でカラー版をアナウンスされていたわけです。発売当初は2万台その後も振るわなかった。カラー版も売れ行きを今一つで、2000年12年段階で発売から2年で50万台も防ぎなかった。これで Xbox で売れてます。そうです、ね、売れてます。意外と売れてるじゃんみたいな。ただ なんで見たかったんだろう。ただ SNK はネオジオポケットの発売不振の影響で2001年には民事再生法の適用も対象になっちゃう、はい、それのせいなんですか。一応回答を書いてある困ったかもしれないですけど、やっぱり一つはこれだと思う。ネオジオのヒットを大体吐き出したで、そうですよね、うん、はい、で続いてバンダイからワンダースワンが発売と、うん、ワンダースワンはでも買ってる人がいたイメージはあります、ネオジオポケットに比べると、はいはい、そうですね、うん、でワンダースワンは横井文平が作った。で炭酸電池1本で30時間プレイできると。モノクロでゲームボーイっぽいが色縦持ちができできたと。ハードも安い4800円安かったと。で発売当時のタイトル軍兵が会長で2000年末までに155万台、そんなに売れたんだ、うん、僕も確か借りてやった記憶がある。ちょっとした勢力ではありました、うん、2000年末にワンダースワンカラーになったと。カラーになった。ワンダースワンカラーをやってる人はまあほとんどなんかない。これは残像はちらついてやり評判悪かった。アドバンスがやっぱり出来良かった。2001年にアドバンスが出ると淘汰されてしまったって話ですね。じゃあスワンクリスタルっていうのが出たけどダメでした。バンダイがこれはバンダイじゃない。ワンダースワンが撤退。この頃になるとまだ可能地でウェブに残ってるので、はい、ああそうかそうか、はい、だから情報的には間違ってないはずです、うんうん、はい、で2001年の GBA はゲームボーイアドバンスはゲームボーイソフトも動作できる32ビット CPU すごいですね、うんうん、でカラーそしてゲームボーイからの買い替えもできたという需要でこれも売れた。で SP という小型版も出た、まあ、SP がやっぱり普及してた感じがありますね。これ SP はデザインは DS よりいいと思うんだけど、ちっちゃくて遊びやすくて、はい、でゲームボーイアドバンスはなんと国内外合わせて108151万台、でゲームキューブが伸び悩む中で任天堂を支えたと。ゲームボーイは12年という長期続いたハードだったが、 SE が携帯ゲーム機を新たに開発することを受けて任天堂 DS が開発されましたという話ですね。 3D がなかったらすごい速い台があった、うん、そうか、台がより速かったですね。であとは携帯型のデジタルペットたまごっち、なんか書いとかなまずいと思ってたまごっちと、うん、ポケ捨てを触れたんですよ。なるほど。こっちはそうですよね。なんか、言ってもエポックメイキングなゲームではあったです、ね、はい、まあ、コロンブスの卵的ですね。あんなに、はい、あたり大した容量ないでしょ。まあ、そうでしょう、ね。まあ、あんなもん。はい、当時の あんなもんですから。サバさんは卵っちって知ってますね。それは知ってる。完全にバカにしちゃう。そんなことない。見たことあります。そんなことないですよ。ね、
いや、そんなことないですよ。だって、バカにはしてないです。バカにはしてない。たまごっちでも一瞬にしてブーム終わった感じがある。いや、一瞬とかではない。その後復活したんです。まあ、ただ、こう、バンダイ振りまくされてもらって、はい、新しくたまごっち専用工場を建てたとって、動いたと思ったらブーム終わってたっていう。うん、よくある話。うん、よくある。で続いてトゥクトゥクエンデューとポケットピカチュウ、ポケットピカチュウというのが出ます。一応カラー化されたんですね。通信機能もできて、こうなるとほとんど携帯ゲーム機ですよね。たまごっちゲーム機っていうとまあちょっと違う、バーチャルペットというふうに、ゲームとしてはやっぱりでもたまごっちがすごい重要かなという感じはしますよね。あの時間をロックしやがるゲームっていう旗迷惑の有利的な発想ですね。ハーフリアル的な、はい、なるほど、半分ゲームさんですで、はい、でこれがその時間をロックし、お金をロックし、いや場所もロックし、いやそしてこうなんか今の携帯のなんか悪いゲームにつながるっていう。続いてあの SC が、あセガがドリームキャストの上であるビジュアルメモリーに CPU とモロゴ液晶を十字キーと接続したのビジュアルメモリー同士の通信機能。ただしこれはまあそもそもゲームに魅力なかったって感じ。対応するゲームに。あの対応ゲームを探してほとんど見たらなくって。確かになんか対応ゲームなんてあったっけあれみたいな。あ中にあったらしい。ゴジラ。なんかあったような、言われてみればあったような気がうっすら。ポケステモケ。続いてポケットステーション。しかない。まあどこでも一緒って。実用あれの専用ハードですよね。どこでも一緒ってあのポケステで最初出たんでしたっけ。そうそうか。まあプレステ中で当然遊ぶんですけど、ポケステに入れて持ち歩け。はい、続いて PSP と Nintendo DS ってのが出てきます。で、携帯ゲーム機のシェアが2001年当時は全体の3割。で、それが Nintendo ハード。まあ、うん、ほとんどが占めていたと。まあ、それで据え置き起動されていた中で、Nintendo を助けていたわけですけど、今度に SE が携帯ゲーム機を2003年に出すと発表して、その時は PlayStation ほぼ同等の PC、CPU と高精細の液晶ディスプレイ、というのがアナウンスされた程度だったが、一応対抗策を任天堂が出した。2001年にゲームボーイアドバンスだったんだけど、そこで急ピッチであのライバルを作ったって話。2004年に DS、任天堂 DS と2006年に Wii だった話ですね。結果的にはでもあんまりなんか層が被ってないような市場のような気もしないようだけど、どうだったんだろう。最初はだから早すぎたもあって併売機売ったとか、まあ、あっという間に GS に流れちゃったので、うん、さっさと閉じたんです、うん、一応 AI アドバンスのソフト動いたので、うん、初代 GS は。ああそうですね、はい、PSP の市場と DS の市場もあんまりなんか結局被らないです。被らなかったですよね、はい、で層が全然違う、全然違いましたね。特に初期はノートレアとか任天堂とかみたいな変なのばっかり出して、ね、ああいう学習ソフトってもう完全に淘汰されました。あ今あんまないですね、確かに。英語学習ソフトとか。任天堂が飽きちゃったから。はい、まあ、スイッチで同じことを繰り返してる気がしますが、はい。スイッチでやるって言ってる、言ってるんですか。いや、あの、だから、パーティーゲームとかに。ああ、なるほどね。はい。なんか、どうせすぐ飽きるからみたいな。一応、これは基本的に人々はゲーム離れをしている中、ゲームの人口拡大といって、脳トレとか今言ったような、うん、こう、タッチパネルとかを使った、うん、あの、うんコンセプトを打ち出したと。で、PSP は一方で21世紀のウォークマンとい う, こうメディアプレイヤー。失笑でしょ。何言ってんだお前はみたいな。そうそう、PSP そんなハードじゃなかったじゃんって、なんか全然。だってまだ iPod 以前ですから。そうです。はい。はい、PSP のデータメ、1.8GB の容量を持つユニバーサルメディアディスクで、ゲーム以外に映像作品や音楽も供給される予定だった。何だったんでしょうね。なんか出てちっちゃいの出てるんですけど、うん、少しだ。出てはいる。ウィキペディアで引き立てるので。はい、はい、というわけで仕様が小の違いが310ページに書いてますが、うん、これはあの売上的にはですね、こう DS は発売日に向けて50万台出荷、年内に100万台以上売り上げる。2004年に。一方 PSP は2004年に量販体制の不備で発売日に20万台しか用意できず。12月、なんか同じパターンがずっとありますね、これね。いや、あの、家電とかだと数千台で発売できるのが、はい、ゲーム機は100万台用意しろって話になるってきついんですよ。12月中でも50万台の売り上げ、翌年2月で100万台と、発売直後はデッドヒートだったが、すでに DS が販売台数で圧倒して、2006年に事実上の DS ライトってのが出て、それでなんと年間販売台数900万台。DS ライトが出たあたりまでは結構手に入りづらかったですよね、確かに。そう、確かに割高でなんか、うん、
っていうのはあったんじゃないですか、ね、はい、2007年から販売台数が激増した、それでも減少、それでも年間400万台売り上げるお化けハード、やっぱりこの時にね、うん、ドラクエの9が DS で出たってやっぱ衝撃的に、 あれ一番売れてるハードしか出せないというあれでしたね、うん、ドラクエたちが、はい、だったっていう衝撃的でした、ね、一方 PSP はハード販売は伸び悩んだ、出遅れたハードが回収、巻き返すのは難しいと。ただ PSP は必ずしもそうじゃなくて、任天堂 DS は音楽ゲームとかそういうのが入れていたという話ですね、うん、で PS に関してはモンスターハンターのおかげで復活しました、モンハンですよねPSP は、はい、確かに2機を吹き返し、その後ぐらいになったらもう PS3 で作れなくなった企業が、それ前のメイソリーのゲームをまあ出すようになって、なんか 98VM みたいな、そうあのマニアポジションになったんですよ、はい、でマニアポジションになっていったという、まあ日本以外ではなかったみたいですけど、まあ、モンハンってやっぱ妖芸的なテイストが結構ある、まあ、妖芸的なテイストがあるから逆に多分、うん、それを日本以外では売りづらいんでしょう、ローカライズして日本に入れて、うん、多分妖芸層がここで入ってきた、うん、いやそういうこと書いてある、ここに書いてある、うん、そうでしょうね。で、そして主役の交代で携帯機の方がメインになってしまったっていうことが書いてありますね。で基本的にはコンピューターゲームのメイン層は年齢が上がってきて、外でも遊ぶのが遊ぶの方が、家で遊ぶ子供じゃなくて外でしか遊べない大人みたいな、うん、はい、それは俺のパスだったね、はい、はい、テレビ圏外地ないですから、確かに、はい、でそうですね、据え置き機の開発が技術の高度化によって開発費が 上昇してるけれども、まあ、携帯機は必ずしもそうじゃないかなという話ですかね、はい、あとは人口のヒートなので降参されます。最後にあと2章で携帯ゲームのソーシャルゲームスマホですね、はい、まあ、一応なんか i モードとかその頃から入ってるんですけど、はいはい、i モードってなんか遠い昔な感じがしますね、街のあまり、はい、はい、で i モードは99年2月、ハイモード事件、はい、99年2月で要はインターネットを携帯からつなげるようになりました。でゲームにはなかなかこう貧弱なスペックしかなかったのでつなげなかったと。あとは、そう OS がないで動かせなかったと。ウェブゲームと呼ばれるウェブページのリンクを立てて出すものしかなかったと。で携帯電話のアプリが対応になってきたのは各社が Java 仮想マシン上で動作するアプリケーションに対応した2001年からであると。通信キャリア各社にも微妙に使用が異なるが、メモリが 52KB、そして 50KB から 50KB、画面サイズも 120×130 ピクセルしかなく、ファミコンなどの家庭用ゲーム機すら動かせなかった。最終的には Java 仮想マシン上でなく、OS 上直接アプリケーションを動作する環境が整備され、画面解像度が320×240ピクセル。メモリで Java を回さなきゃいけないんですか？いや、地獄のような感じですよ。すごいですね、それ。いや、だから本当なんかポチポチしかできない。あんなメモリガンガン食うような環境で。はい。で、2003年頃からようやく携帯電話のゲームサービスが一般化していくと。なんかブリューとかいろいろサービスが ありましたね。その辺真面目に調べてると、なんか絶対にこれごちゃごちゃでミスるわと思って、さっとここに書いて逃げちゃったんですけど。ここって調べるのって、まあ、すっごく大変ですね。でこの辺のちょこちょこした記述は確か遠藤さんのゲームサイト実況中継のこの羽編からつまみました、はいはいはい、これ自分で調べたら無理だと思って、うんうん、はい、うん、いやこの頃のは本当に僕もなんかそういうとこすごい詳しいですよね、はい、いやまあ結構ゲームスタジオをスマホで作ってるんですよね、携帯ゲームで、じゃあ携帯電話で、はい、なるほど、あ開発側にいたから、うんうん、そうなんですね、あの本はなんかゲームデザインの本と言いながら携帯絡みのところと、あとはあれですよ、あのアーケードのハードを微妙に詳しいというのが不思議な本です。完全に本人の開発キャリアじゃないですか。どっちかというとそっちの資料のことしたらすごい使えるで、まあ、この頃はまだ買い切りです。買い切りと、あと月額固定 100円とかで買うやつ、はい、あの月額サービス系の壁紙とかいうサービスですよということで、はい、ソシャゲに入りますっていう感じの、はい、でソシャ、いわゆるソシャゲが出てきます、はい、でソシャゲは2007年頃には月額売り切りアバターっていうのは成長をストップしてしまいます。その代わりにソーシャルゲームで、海外で PC のソーシャルゲームがメインだったわけですが、あ、まあ、そもそもソーシャルゲームって SNS とセットです、はい、で2009年以前を黎明期、ウルトソーシャルゲームの回答したツリスタ、カイトロワイル、コアシ
して恋してキャバ嬢などがある。私的にはミクシーでなんかあのなんとか牧場とか始まったのが、はい、なんだろうな、あれが最初のイメージ。なんかあのなんかサイトを見てると必ずトラビアンの広告がなんか人が攻めてくる方みたいな。違う。まあこう多分こう若干早かったのかな、携帯のっていうか。あのグリーが最初 PC 用の SFS で始めましたけど、ミクシーと競争にボロ負けをし、生き残りをかけて、AU の標準サービスのところに入って携帯を、でそこで成功、そこでもまだ苦しんでる中で手出したゲームをバカみたいに当たって、でっていうのが大体最初です。グリーって始まった当初ぐらいに SNS で入ってて、なんかね、ミクシーと比べるとこじゃれていけすかない感じのインターフェースだったんですよ、グリーって。でそれがまあミクシーに移ったりとか、ご存知の通りで、それで全然名前聞かない間になんか突然そのグリーっていう名前が出てくるようになって、それで見るとまあああじゃないですか、あのビックリマンをなんかこうハンマーで3回叩いて下品にしましたみたいなインターフェースあのグリーがみたいなえ同じものみたいな、なんか名前が一緒だけなんじゃないのみたいな。でこのソーシャルゲームの市場拡大規模が凄まじく、2007年から2011年のわずか5年で60億円から2078億円になった。30倍を超えた。信じられないですね。で2010年11年はソーシャルゲームが飛ぶ鳥を起こす勢いだった時代は、フューチャーフォン、まあ、つまりガラケーの最後の時代、ガラケーでも動いたってことかな、これは。動いたんですか。ガラケーで動いたんですよ。ガラケーで動いた。ガラケーって、専用っていうか、まあ、ガラケーのなんていうかその勝手サイトみたいなものから始まって、まあモバマスとか、うん、まあ、ここでやってる怪盗ドワイヤルとか、全部ガラケーです。ああそうか。そうです。あのちょっと後ですよ、だから、はい、スマホに行ったの。あそうか。僕は2010年からスマホ使ったんでよくわかんないです。かなり早いです、ね。はい、はい、スマホが。そうなんですね。はい。だからなるほど。ゲームを提供する企業にとっては潜在する有機なユーザーのプラットフォーム、これはそうで、スマートフォンがまだ脆弱だったので、そもそも、まあ、PC 上で使われてたところですかね、これね。グリー上だとスマホはまだ全然関係ないので、ガラケービジネスけど、ガラケーは全然性能足りないので、うん、ちょっとコトコトすると全部サーバーに処理を投げて絵だけもらう。そうですね、なんか、はい、昔の X 端末みたいな、そういう仕組みでっていうところで、ってことはサーバーとの通信とか各種処理っていうものに専用システムを全部組んであげてっていうので、いろんな会社で開放するというか、まあ、手数料を取ってたのが DNL です、うん、大体3割取ってるんですよ、うん、はい、でこのソーシャルゲームのビジネスモデルっていうのは今まで見てきたのと割と違って、特徴的で一種のフリーミアムですよね、うん、そうです、無料でできて、はい、基本はただし有料でやるとやるより便利になるということで、はい、まあ体力を消費してだんだん減っていくわけですけど、プレイしないと回復していくわけですが、すぐやりたい人は有料のアイテムを回復する必要があると。あとはガチャという、こうガチャってガチャポンから来てると思うんですけど、ランダムでガチャガチャをゲーム内で引くと、これ1回から100円から500円で10回で11回引けたりすると。でこれによってゲームで有利になるようなアイテムがランダムで出てくる。カードバトルっぽい形式がメインである。でガチャのやつもカードが多かった。ガチャ出てくるアイテムもカード、基本的に、うん、でこれがガチャ商売っていうのがありますけど、この決算、ある企業の決算説明会資料っていう、これ経済クラブですよ、さすがにこれは生々しいか会社名書いてないんですけど、見る人が見れば分かるでしょうね。なんか妙に生々しい、生々しくね、バカ正直で資料としては最高なんです。これ遊んでる人が見たら読んでムカつかないのかなということが全部書いてあるんですよ。側界による短期低コストか、ではゲームエンジン同じままに、フレーバー部分を全部変えるという、はい、確かに見りゃ分かるけど書かないよね、そういうのを決算説明会で喋るんですよ。なるほど。いや資料として便利だから使えますけど、うん、まあ、それでもユーザーが逃げではないっていうのはなかなか、ユーザーそういうの見ない人たちだから、ね、そう、動物っぽい人ってことですね。いや動物っぽい側面でしょうね、はい、人が全部、はい、全ての側面で動物っぽいわけじゃないのと、
いわゆる動物化ってやつが、いやまあ、はい、それを本当にこの時は感じましたね、はい、すごいなって思いましたけど、まあまあ、何が代表作でしたっけ、カムシキャバ嬢です。あで、イカスにかけてラブライブ、あ、はいはいはい、すさまじい集金マシュルのゲームですけど、キャバ嬢とか、すごいタイトルですね。恋してキャバ嬢、恋してキャバ嬢、恋してキャバ嬢、これか、ケーラブね、はい。で、あの同じものを使いながらもユーザーが課金してくれると、うん、あの同じアーキテクチャを使いながら素晴らしい、美味しいですねということで急に拡大すると、うん、価値ってのはすごいですよね、なんか、うん、でこれは面白いのは課金が8割程度が無課金だから年齢が上がるほど課金率が上昇すると、お金を、ね、持ってると思うんですよ、気にしないですか、はい、10代は5000以上の課金が 0.5%、40代50代では 4.5%、 まあお小遣いありますから、ね、はい、あと処分所得の問題ですね、で処分所得の問題でしょ、使うかどうかとかもあって、ただね、あのこのゲームへの課金率っていう調査って、うん、どこも公表してくれなくて、まあね、この時のよくわからんウェブページの調査結果がどの方にも載ってるんですよ、私も載せましたけど、あれなんか CSA とかにはないんですね。このモッピーラボってやつですか。すね、モッピーラボってやつですか。はい、はい、あのもうちょっとなんかこう、うんうん、刻みが荒いやつはあったかもしれないですけど、やっぱこれに匹敵するデータ今はないです。まあ、ないや一回でかい経費があったらやろうかなと思いますけど、ちゃんとこんだけデータ取れなかったらやっぱ数百万円分ぐらいのウェブ調査費用かかるので。かかる、はい、でここで面白いのはやはり。全体では 2.7% しかいない5000円以上の課金者からの収入でほぼ半分、 2.7% しかないんですね、それはちょっとびっくりだな、この2010年 の、 この回答者なので実際分かんないんですけど、うん、はいはい、でこれ5000円でこれ実は全然甘くって、あの今だと5000円以上が一番上ですから、うん、もっと刻めるでしょう、2年ぐらい前にその、まあ、最近ではスマホゲームですけど、プラチナ、ゴールド、シルバー、カッパーみたいな感じで、うん、要はユーザーをカテゴリー分けして、うん、あのイベントごとにどれぐらい買ってくれるかチェックするんですけど、うんうん、プラチナは10万ですよ、好き、あ、まあ、プラチナはそうですよね、うん、いやっていうか、まあ、そういうイメージですよね、シルバーは確か3万ぐらいなんですね、うん、はいはい、なので、そこまで刻みを言うともっとこれがグワッと上がる、あ、やっぱり こっちから先がいろいろあるんですね、はい、5000円っていうのは全然まだ、うん、そうですよね、でもデータ上これ以上でも考えるうちは多くの人に安く遊んでもらうっていう、まあそう、あのそういう人たちの犠牲を本当にただで遊べるんです、そうだよね、はい、でこのゲームバランスの設定がこれセデックで、うん、あの 誰かが話したって書いてますけど、ちょっと正確に言うことないですけど、はい、この時全部メモとギアがドン引きしてたんで、はい、うん、すごい、あのこれは生々しいですけど、毎月5000円払えば俺強え状態、うん、毎月3万円払えば無双状態になる、うん、それがバランスだと、お金で勝てるんです、うん、毎月3万円払えばすごい、うん、仮想世界で気持ちいい体験になると思う、3万円同士で戦ったところなんですか、あ、ただまあランキングやってるので、ランキングですよね、あのランキングトップ10とかになるとなんか、うん、はい、この社交心煽る仕組みが毎月ログインしますけど、こういう社交心煽るのがそのガチャと毎月定期的になんか日付を区切ったイベントが起きると、いやなんかね、いや どう煽られるのか今すぐよく分かんないんですけど、ね、反応しない人では全然分かんないですよね、いや、その、まあ、代表的なタイトルの一つであるとこのシンデレラガールズというのがあるわけですけども、はい、まあ、まあ、モパマスと、まあ、ここで言われている、まあ、画像じゃないですか、で、画像がダウンロードされるだけなわけですよ、しかもその画像はあのどっかのウェブで載ってるんですよなぜウェブに普通にタダで見れるものにそうなんか何万も払われなければいけないのかっていうのは、まあ、そこが不思議です、ね、で、うん、行動経済学からそのガチャの社交心っていうのは簡単に説明できると328ページに小山さんならではの分析がありますけれども、これは面白いですね、あの基準となる点からの差額で損得を計算するから毎回1回300円出しただけだって、うんうん、でまあまあ、気づくといっぱいで払っていたんだ、でも1回300円だからギャンブルにはまる心理を、はい、うん、でもいやまずそもそもでも1回300円の単位で払っている人はまだ廃人ではないですよ、でも3000円でもう3000円出しただけと思うんだろうと思いますが、あの10連ガチャが基本単位ですから、うんうん、はい、基準点から離れるにつれてプラス評価の伸び率は低減し、マイナス
こが伸びるつもりは低増すると経済の法則ですね、はい、1回試しが怖くなると危機感がつまり300円程度に抑えてそこが分かっていると。やっぱり感覚がもう全く感覚分かんないから孤立が小さい事象に対して、ま、分かんないんですよ。これそこに主観確率っていうんですけど人間はゼロじゃないとか 100% じゃないってことで過剰に反応するんですよ、うん、なるほど。だからこう例えばロシアルーレットで1万発ぐらいの巨大なところにあって1発だけ入れてこれやれるかってやっぱ嫌じゃないですか。嫌ですね。すごい嫌じゃないですか、うん、だいぶ嫌ですねっていうのはほぼ 100% でも安全で嫌ってやつで逆もまたありきってなるほど、なるほど、はい、過剰にゼロじゃないことで反応する、うん、はい、はい、で2012年にコンピューガチャ規制事件というのが消費者庁にありましたねと、はい、でこれはあのコンピューガチャガチャを規制するとガチャは禁止はしないけれどもこれは景品表示法でいうところの絵合わせに相当すると。ここで DNA とグリーの株価がストップ安となり市場の自助努力が求められた。これはゲーム会社はみんな騒いでた記憶があります。騒いでた、はい、これこの後どうなったんですか。この後は、モバマスの場合は堂々となんかものすごい低確率をなんか平然と表示してましたけど、確率表示の厳明化と、うん、あと結局コンプガチャじゃないガチャに関して規制がかからなかったんですよ、うん、なので箱ガチャとかって言ってだから全部100枚とか200枚の中から抜きますとか言うといやこれ全部だったら当たるよみたいな有限確率ガチャに変わった、はい、コンプガチャっていうのはガチャにガチャを組み合わせるわけです、うん、それによってさらに社交心が煽られていく、うん、はい、3段階ぐらいでやるわけですね。なんか そうでしたっけ、朦朧として覚えてないです。カードとかもっととにかく当たるカードが5枚揃うと特別強いカードがもらえますよという鬼のような仕様で、はい、それをだって当てるためにはその 5% をさらに全部揃えないと、ね、40万ですよね、5% 5回やすると300円がいつまでか30万になっちゃうって話。よくやる人がいると、いや本当によくやるよねネット動画ありますよ、あのコンプガチャ当たる前に回すとかいうことなんですよ。すごいですよね。30万ですよ。でその動画30分だから完全になんかギャンブルだですよね、うん、やっぱり、はい、ギャンブルってのは儲かる可能性が、パチンコの人たちがみんな来たんですね。まあまあそうですよね、うん、パチンコのなんか需要を食ったっていうふうに言われてます。パチンコの人たちも別に金が欲しいわけじゃない。あ、そうなんですか。結局そうなんじゃないですか。それでレアが当たると、うん、あの SNS ですごいって言われて、うん、あのパチンコの当たったと同じような、うん、でもパチンコは儲かるけど、いやだからそうじゃないんだけど、ソーシャルゲームは当たった瞬間の脳内麻薬のためにやった結局あのパチンコやる人もパチンコが好きで行ってるわけではなく、うん、そうなんですか。娯楽が乏しい地方の暇つぶしと一個なんですね、うん、身も蓋もないで、それが行かなくてもここで住んじゃうからっていう風な感覚者が多分一番好きに来るんだろうと思います、ね、パチンコもお金儲けたいわけではないんだと、うん、ただパチンコって総売上30兆とか最高でかいですよ、ね、今20か今20ちょっと取ったかな、うん、あって、まあ、その中ので一応それ、戻しを考えてもう豆に 2,3 兆もあるんですよね、うんうんうん、ってことは 1% 奪えば 2,000 億なんですよ。あ、まあ、確かに200億1% 奪えば 2,000 億ですよ。あなのでまあこれぐらいソシャゲがいってもおかしくなかった、うんうんうん、なるほどね、はい、あのパチンコやる人で収支つけてる人ってほとんどいないんですよ。いないんですか。東海では勝ってるとかよく、ね、出たり言われますあ、絶対あの、ね、聞くとあの一番勝った額しか聞いてこないんですよ。今までのトータル聞いてもいつの間にか話がトータルで勝った、うん、それはなんかそうだな。確かにパチンコで儲けてる人ってなんかちょっと違いますよね。なんかパチンコ楽しんでる感が、はい、楽しいわけないじゃないですかいやいやでも僕が日雇い肉体労働バイトすると、ええ、パチンコで儲かったって言ったら二流で競馬なら一流だっていう話が規模が違うからな。パチプロとか聞くのけど いないなんかパチンコで儲ける人は実際いるんですよ、うん、なんだけれどもそのなんか、ね、あのパチンコスタイルが全然違うんですよ。だから、ね、うん、パチンコで儲ける人って勤勉なんです、すごく、うん、仕事ですよ仕事ですよ。なんか、ね、朝8時にそのなんかあのパチンコ店に出社してそこでなんか台を特定 の, なんか、まあ、あの方式で見てそれであの、なんか決められた時間打って帰るみたいな、普通にサラリーマンやってたから僕も昔やってて前の日にえ昔パチプロだったの、ああのいや一応プラスで終わりました。あ、なるほどよく聞いてみよう。でもさデータは前の日に出た台出ない台、うん、あの確認しておいて前の日の状態と次の日、うん、朝7時に出勤して、うん、1番で入って1番いい台をで、それでもダメだったらもう11時で帰るって、
あのいつの間にかあのもうとりあのバイトしてた方がいいなって思ったのが学生時代です。ルーティン化されてるんですよ、ね、だってパチンコでそのまあだってパチンコって大設定で全てが決まるわけでしょ、うん、まあまあでその中で勝たせてもらうのをまあっていう選ぶみたいな、なまあだからまあ早いもん勝ちみたいなのあるじゃないですか。ですね、いやだからさすごいですよ、絶対そのサラリーマン務まる人ですよ、だからパチンコでプラスで終わる人は。いやそのコミュニティも面倒くさかったですし、うん、パチプロコミュニティありましたね。今日は俺が一番いい台使うから、明日はお前が使う。まさにその通り。すげえ嫌な世界だ。おあの一人がお店が対策しちゃうから。ああ、なるほど。組合みたいな。ローテーションがあって。ギルドですね。仕事ですよ、仕事。なるほど。そうだ、今ね、上から確率操作できますもんね。もう昔からできるんですけどね、あの一応できないことになってますけど、できますね。一応そうやってると公言者はこれですよ、ね、うん、そうそうそう、うん、だからそれ勝たせてもらうための努力がこうやってこう、うん、はい、やっぱりお前りさん情の気に挟めない、うん、それはそうみたいね。でスマホの普及によって市場環境がガラリと変わりました、はい、230ページですね。でスマホによって、これもまた特に画面解像とアプリケーションですね、アプリケーションのプログラムによって全然変わってしまって、まあ、要するにあのそれまでのガラケーではこうフラッシュができないとか対応してないとかでやっぱりあの淘汰されることになってしまって急にシフトしましたと。でここであるソーシャルゲーム会社のこれ全部正直出すと株主総会はもう楽しみにしてるんで綺麗にぶっちゃけますか、はい、綺麗にそのスマホの綺麗に入れ替わっているってことですね、スマホから消えてスマホの。でこのネイティブアプリケーションの視野確認によって自社のプラットフォームから提供していた他社製ゲームの手数料収入が激減したという問題があると。なるほどって感じですね。でこの手数料収入がないおかげで、事実上囲い込みができなくなってしまったということです。スマホ自体はユーザーは APP ストアや Google プレイから探すためユーザーの囲い込みがない、マイクロソフトが、あ、マイクロソフトじゃないや、アップルが囲い込んでるってことはない。今そこが要は、うん、ボロ儲けするようになったわけですけど、うん、よりでかいところに取られてたわけです、ね、うん、まあ、ここも当然、まあ、宝石の手数料を多分3割ぐらいで見てるので、うんうん、アップルのビジネスモデルは本当ゲーム機のビジネスモデルをただでかくしただけなみたいな印象がすごく強いです。めちゃくちゃ儲けてますから ね、うん、アップルと任天堂はなんかあの通じ合えるものがあるような気がする。6502を使ったとか、なんとなく匂いが、なんとなくなんか匂いが似てます、はい、根本的な部分としては基本的にはシステムとか手法は共通し、うん、変わらないという話ですね。ただこう絵が綺麗になるということは手間がかかる、あとシステムが大きくなるということは開発にかかる、なので利益が激減していきます、うんうん、そして、モンスターストライクのミクシーとパズル&ドラゴンズのガンホ、2つのビッグプレイヤーがありましたよって。でソーシャルゲームは開発費が安くして済む、うん、あでそうですね、うん、で売り上げ方が高いって、コンプガチャ報道以降の売り上げ技術の推理って面白い映画、2012年5月、これは面白いですね。売り上げは上がったけど利益は減っていったんです、ね、そうですね、売り上げは落とした気はないが利益率が減っていって、うん、こうガチャ機の4分の1ぐらいに減ってしまったと、うん、でこれは面白い、これ、うん、分析できない人は変わってないじゃんと言いたいところになっちゃう話ですね、うんうん、あとは、増収減益となった理由としてはスマートフォンの高性能化に合わせてリッチなコンテンツを作ろうという開発コストが上がっていると。で新規で立ち上げているゲームの成功率が増えて損失が増えている、市場の生存競争が激化しているという話ですね。3D グラフィックの音楽ゲームぐらいは作んなきゃいけなくなったから、はい、そうで現在スマートフォンの基本性能が 3DS や PS ビータなどといった家庭用ゲーム機をも凌駕して、また画面の美しさや値段がだってその辺のやつよりもはるかに高いですから。そうですね、まあ、この話は16章に書いてある、はい、で単純化して言うとガラケー時代1本数百万円で数十本作っていった、1本開けたら濡れたにゃはって本当にひどいじゃん。いやこれ結構ボロクセ返し、若干の悪意を込めて、はい、スマホ自体には1本数千万円かかるのでそれぞれのタイトルを丁寧にプロモーションしてヒット作に育てると、うん、ただパズドラも4500万円しかかかってないんですね。パズドラはまだねこう、はい、まだあんまりこう細かくないのと、うん、音声入ってない、それは使ってないですか。これは小野健二さんがやってるゲームライターの講演の記録とか見てると、うん、結構その本当に
こう乙女ゲーとかは安く作れるんだ。フォーマット同じだし、はい、ライターとイラストレーターの金だけで、ライターとイラストレーターだけの金で作れるって、まあ、ライターとイラストレーター自力で、まあ、コンパとプロモーションで決まるという分かりやすい、はい、1本300万とかで作ってるっていうのがありましたね。で、でパズドラは何が良かったのか、さっき話したところですか、これね、パズドラの特徴って全くそのものなんですが、これはパズドラの影響の凄まじさが338ページで、売上高と営業利益の推移がこれがすごい、これね、同じ会社と思えないですよね。これが2011年と2014年の3年で、96億円の売上高だったのが2014年には1,239億円。ガンホはやっぱりネットゲームやっても大して儲かった。2011年の頃の売り上げの主役は酪農校になるんですよね。はい。うん、だからガンホはやっぱり酪農のイメージがずっと強かったんですけど、パズドラ歴に来ました。続いていわゆるカンコレが出てきますね。カンコレは PC の話ですけれども、まあ、流れ的に ここに出るしかないな。まあフリートゥープレイ、プレイトゥーウィン、あ、プレイトゥーウィンが主演してフリートゥープレイになったってことですね。はい、まあカンコレはもともと徳岡さんの記事だで、儲かるために作ってなかったって話。まあ、DMM の宣伝用のゲームですよね。そういう話だったんですが。まあでも十分苦労は出てるんですけど。で、はい、ただゲーム性が面白くしたということになるんですか、ね。スタンドアローンで遊んで面白いということになっています。はい。まああとは。このカンコレのギャルゲー要素っていうのはもともとはカンコレのオリジナルじゃないという発想なんですかね、これだと。その辺はあえて触れてない感じにしてます。この本を書くときゲーム性については必然性がないところでは可能な限り切るというふうに方針で書いていまして、そこに変に入ると逆に一般 の、はい、の部分性が失われると、どうしても主観評価しかないので、はいはい、なるほど、まあ、形式だねそれね、はい、分かりました。じゃあ続いてゲームのトレンドの移り変わりと先祖返り、ここでゲームのフロンティアがパズドラカンコレで一巡したと、カンコレで占められたというかね。でネットゲームのプレイヤーの指向性を四分類、リチャード・バートルという人が作ったものと、これはプレイヤーの思考をプレイヤーとワールドとアチービング、自ら行動するインタラクティング、アクティングインタラクティング、すみません、アクティングです。アクティングインタラクティング と、まあ、自分で行動するか他のプレイヤーと関わるかって話、二軸になると、そして四軸で分類してますという話で、これはこう分類すると、例えば、アチーバー、キラー、ソーシャライザー、エクスプローラーっていう4分類になるという話ですね。アチーバーっていうのは自分で達成すると、まあ、自分の目標を作って達成すると、RPG やアドベンチャーゲーム、キラーっていうのは他のプレイヤーを倒す格闘ゲーム、ソーシャライザーってのは交流すると、これは従来なくて、まあ、ソーシャルゲーム以降、それか MMO 以降ですかね、これね。でエクスプローラーって他のプレイヤーと協力して何かを成し遂げると、それと組み合わせると、それとエクスプローラーは MMORPG、ソーシャライザーがカジュアルゲーム、キラーが高負担型ソーシャルゲーム、アチーバーがカンコレパズドラという話。これは次に来るのはこれ一瞬するんですかね、ポケモン GO どこかなっていう感じで、もう一回エクスプローラー行ったんじゃないかなみたいな話は雑談的でよくします、うん、なるほど、はい、なるほどね。で携帯ゲームではのゲームまとめ、補助的存在から主役、今の主役になったという話です。で続いて16章、現在、今は携帯ゲーム機 VS スマートフォンだよって話、まあ、携帯対スマートフォン、音声を置きたい PC っていう枠でここの仕事を書きました。時代が変わってそう見るのが消えた、でここで、まず DS と 3DS は、国内販売台数が発売年度には例えば DS は212万台、 3DS は106万台、5年目には401万台と307万台となっています。まあ、これは、売れていると思います。まあ、3DS はここでできて、前にちょっと触れてましたけど、バーチャルコンソールを残しつつ 3D も遊べるし、一方で PS ビータは、無線 LAN と携帯電話の両方、 3G と無線 LAN、 Wi-Fi 両方やってると、本当にスマホみたいな話ですね。iPhone みたいな出なかったんですよね、販売台数がいろいろ探したけど、ビータですか、はい、非公開、まあ、なんかあるはずなんですけど、はい、なんかうまいこと見つからなかったんで、ここではフレーズです、はい、ビータ売れてるの
2015年に400万でもう7万売れてるんですけど、はい、さすがに PSP から時期の買い替えが進んだので、あのハード売り上げは低迷したというふうに書いてますね、本体価格が上がったんで、うん、まあ、下がってから売れたっていうのがです、はい、あ、そうか、買ったような記憶はあるんだけど、多分なんか一回も開けてないそれはひどい、うん、でそしてあの、まあ、その携帯ゲームの対抗として、あ、まあ、あの携帯ゲームの対抗として携帯電話が出てくると、うん、要はスマホだとガラケーでは基本的には電話がメインですが、そこで少しコンピューターの性能面、インターフェにとってもゲーム機としては本当にレベルが低いものだったと。ただスマホはあの2007年初代 iPhone が出て、まあ、これでも620万台でそれほど販売台数が振るわなかったって書いてます。 iPhone3G からあの毎年新型端末が出てくるようになって、そして普及したのは2010年、今年は全然早くなってからですよね。そうですね、世界で4000万台売れたと。でこれはなんと DS が世界で最も売れたとして2008年3118万台を大きく上回っている。それは電話できるから、そうですね、ゲーム以外にも使うからっていうのはあるでしょう。最近 iPhone とバッキーを出して増えなくなってしまった。私すごい好きなハードだったうちの大学では全員支給ですよ。あ、そうなんですか。すごいです。あ、教えてるところで、授業出席それで取るんで、 iPhone が 120g 以上するのが許せないのiPhone は2011年には7200万台、2012年には1億台、そしてスマートフォン市場で iPhone とともに Google が OS を開発している Android、まあ、それは iPhone と Android ってはまあ同じ意味ですね。でスマートフォンの出荷台数が2011年以降大きく増えて、出荷台数も 3DS のピーク時が3年目で569万台なんで、携帯電話も5倍を超えている話ですね。これは説得力ありますね。で、スマートフォン今までのそのゲーム機に付随して例えば DVD とかブルーレイとか見れたっていうのスマートフォンの完全に逆になってるって話ですね。しかもコストパフォーマンスの点でスマートフォンに負けていると。スマートフォンはずっと高い価格を設定できるし、まあこれはあの高い価格を設定しても電話代に少しずつ上乗せることで、まあまあまあ、あのだからコストパフォーマンスっていうのを言葉通り取っていいかどうかはまあ疑問はありますけどね。本当は高いと言いますと取って帰れちゃうっていうのが、これは本当に行動経済学的な問題じゃないですか。そうですね、はい、月々に1000円ならいいやみたいな、はい、だから1回買うのいいけどリボ払いならいいあとあの月々の支払いはどうせそのなんかあの請求書をどっかに捨てちゃうからいいやみたいな、そういうやつですで、まあ、結局ゲームとやつさらで遊べるしみたいな感じで思うと、やっぱ負けますよねって、うん、負けますね。はい、携帯電話なんかそういうのなしで買ったことはなんか1回あるんですよ。まあなんか普通に8万とかなんか払うとやっぱりそういう気分は全く消し飛びます、ね、そうか8万かみたいな。そうできついですよね。で数年使っていたら全部タダとかそういうの。そうです、うん、いやなんかフリー、収録フリー版を買った時にあるので、そうするとなんかね、あのイギリスで確か買ったのはイギリス内が見たっけ、ちょっと忘れましたね。600ドルぐらいで、あの1個型落ちの方が確かそれぐらいだったんですね。で実際にこう本体価格が高いと思うかどうかっていうのは、実際にこれは小山研究室で調査した面白い社会学っぽい調査がありますね。あのこれは2011年に2060人に調査した、これは企業の協力を得て、まあ、てか要は枠組みで発注したって意味なんですけど、あそうなんですか、発注したんですね、3万人に対して質問を送ってで2060人回答が来たってことですかね。これはあのゲーム専用と、まずあのゲームで一切遊んでない人に回答してもらっても困るので、ゲームは遊びますかっていう、はい、あのスクリーニング質問を投げて帰って、それでイエスという人をあの先着順で受け付ける形になっているんですね。10、20、30、40の50代までの男女200ずつなんですけど、すごい適当に OB 室が書く、回答するバカが出るので、うんうん、一応あの一応 3% を負けるくらい、はい、まあ、一応チェックしていなかったからそのまま全部使っちゃいで使ったんですが、はい、そうこういう結果が、はい、で家庭用ゲーム、PC とかのオンラインゲーム、この時モバイルゲームって言い方をしましたけど、その3つで家庭用だけ遊ぶ人、全部遊ぶ人、家庭を遊ばないっていう人みたいな感じでカテゴリー分けして、あの質問の時に iPhone だけはあの本体価格をかかずっていうか、まあ変わりますから、あとのやつは CDS はこの値段とか全部値段を書いた上で高いと思いますかっていう質問をしたら、やっぱりね家庭を遊ばない人は極端にね高いと思うんですよ、うん、
ゲーム機をっていうのが返ってきて、あ、やっぱ遊ぶ人はそんなに高くて上がってるねと。まあ、だから値段が上がるにつれて高いと思う比率が上がっていくって形が、はい、これが面白いのは価格性能比とは関係なくて単に価格だけを見るという、そう、はい、まあ、でそのまま設計に上がっていきました、ね、そうなんですね、作ったのにやった結果が出て一緒にビビりましたね、うん、いやこれはひどい話ですね、価格性能比見ない、うん、見ないです、いや、はい、まあ、別に性能比っ て, ってそこまで考えない、そこまで考えないってことなんですね、はい、どこだけで結論としては、まあ、ひどいのはやっぱり iPhone についてはごまかされる方が僕はひどいと思いますけど iPhone 高いか低いかって分からずに大体みんな 50% だって人に答えるっていういかにみんなそのなんか真面目に価格ってことを考えてないかっていうそうですね、はい、ひどい話、いやだからまあそれはスマホにいくでしょう、ね、それだからやっぱり騙してやいいんですよって発想にどうしてもなりますよ、はい、だからでも売り方でってことになっちゃう、いや売り方でってことだけです、完全にね、はい、でスマートフォンじゃなくて携帯ゲームするのはスマホを持ってない人たち、うんうん、とかつ従来のマニアという2つでなりから子供向けとマニア向けしか出ないよねって話になるということを結論が出てしまっていますね、うんうん、もう一個多分パーティー需要とあったなみたいなのがスイッチの時にはあのそういう形で誰も内に希望したんですけど、うん、なるほど、確かにその、まあ、その3つっていう考え方は今もうずっと同じ、うん、はい、で出来事の製品モバイルシフトのこれいい図ですね、355ページの携帯ゲームとフィーチャーフォンとスマートフォンの流れで事件が何が起きたか、2004年に DSPSP 発売、2006年に市場構造変化する役から携帯ゲーム、その後にフィーチャーフォンが出てきて、2007年には非ソーシャルゲーム市場がほぼ飽和、そして2008年にソーシャルゲームが出てきて、2008年から iPhone が出てくるという、こう大体 3,4 年刻みで変わったんですかね、そんな具合です。でコンプガチャが2012年に規制が、まあ、そんなところで2011年に販売台数が増加して2010年に規制って、こう見ると対応も早い感じが、ああの新聞記事だけ入りましたけど、やっぱあの消費者センターの苦情数かな、うん、ガンガン上がって新聞記事だね、400万使っちゃったってやつ、うん、ありました、ありましたけど、はい、あのだから時間の問題だったと思います、はい、今遅かれ早かれですよね、はい、アメリカでもなんか規制が入るかもみたいな話、はい、そうか、この頃からそのスマホが CM などをバンバン打つようになって、コロプラやガンホなどの CM が出てくる、例えばなかなかこうお金さえあれば何でもできるんだろうみたいな CM が結構ありますよね、ソーシャルっていうけど全然友達に招待じゃなくて CM って集めるんで、ね、そうキャピタルって感じです、キャピタルですね、はい、一方続いて据え置きゲーム機と PC とハイエンド化が進んでいくと今度は PC と戦いになりますよって話で、PS4 と Xbox One PC と同じアーキテクチャ X86 アーキテクチャに 対応されているって話です、ね、まあ、本当に話はいいですね、コンピューター周り、はい、うん、中身はほぼ PC になりました、うん、ってことは伝えれば、うん、まあ、これは PC と何も変わらないってことですよね、完全に変わらないです、はい、特になんかお前 MS のハードオフィス動くじゃねえかみたいな、あ、そう動くようになりましたね、とうとうもはや何も変わらない、何も変わらないですね、はい、まあ、ちょっとコストパフォーマンスのいい PC で、うん、まあ、ここに書かれてるとこです、そうですね、じゃあ360ページに、うん、家庭用ゲーム機と PC ゲームのパッケージ共存、日本では早い段階で集約していて、してるって前もあった議論ですけど、オンラインゲームでは PC に集約されつつあると、うん、まあ、これはあの長期的のアップデートなどの必要性があるからと、ファイナルファンタジー11が PS4 出るまで続いてたっていうのがすごいですよね、PS2 版が、いや、それやっぱり2000時間とかの人だけ、いや、オンラインゲームだから、まあ、ああいうなんかああいうタイプのゲームって長いんですね、なんかうまく畳めないんですよ、基本的にはだから本当にプラットフォームを運営してますみたいな感じです、うん、ゲームじゃなくて、うん、コミュニティとプラットフォーム、まあ、その代わり全部で数百億数千億なんか、あの歴代の前半のファイナルファンタジー合わせておりも、うん、多分11億ついてるんですけど、そうなんですね、すごいな、カリアランキーですから、やっぱり儲かるんだな、はい、はい、で続いてちょっと駆け足で恐縮ですが、ダウンロード販売とインディーズ市場っていう、うん、すみません、なんかあんまり多分統計がないです、取りようがないんじゃないかな、はい、インディーズとかって、まだ取れないんじゃないですかね、2016か7ぐらいからセサゲーム白書でダウンロード販売、品質だけで出てきました、うん、アメリカではもう過半数以上にダウンロード販売という最近報道があったので、うん、はい、まあ、今はコンビニでもダウンロード販売のものって買ってますからね、カード、はい、DS とかもそう、
あの箱を買うのはついてくるあの、うん、いわゆる貿易キャラのカードが入っているとか、はい、そういった理由になりつつあります。あ、そうですね。はい、であとはそのインディーズですね。一人でもゲームが作れるのに、まあ、一人じゃないですけどね。開発環境が整ったのとガチで作ったやつが高すぎるから間を埋める埋め草としてって感じでインディーズのポジションが上がったんですよ。あとやっぱりプレイ時間短いですからね。短いですからね。そう、本当にあのやっぱり100時間ロックしてくれないこのなんか開放感がある。いや、まあ操作方法を覚えるだけで1時間くらいかかったですよね。変なやつ多いですからそうですね。アイデアがね、あの変なアイデアってなんかPS1 の頃のなんか変なゲームみたいな、なんかそういうイメージもしっかりありますよ。スチームってとりあえず300円ぐらいでしゃべるみたいな。基本的にダウンロードするスチームで、スチームって海外ゲームの主な販売ダウンロードサイトですが、そこから買うよねという話になってきたと。まあ、ダウンロードによって参入障壁が下がったってことだと思います。時折は面白いゲームもあるし。まあ、自由だとね、表現として面白いのも出てくるよねって話。で、その、過剰に市場に、こう、過当競争にさらされないってことによってという。まあ、あんま市場、いや、でも、気にしても、それは過酷ですよ。過酷ですよ。やっぱりアート系とかやって金集めるところは撤退しましたからね。全然売れなくて。ああ、そうなんですか。なんか、売り切りの市場ってスマホで最初あったんですけど、みんながどんどん出てくるから、1ドル、2ドルになって。そうなんですよ。でスチームに逃げ込んだんですけど、スチームもまた地獄で。スチームにせよ、なんか5ドルが高いみたいなのも確かに。海外で海外でのインディーズは5ドルで高いですね。高いですね。怖いですよね。なんか、この人たちのお金の考え方は一体何なんだろうって。中南米とか、まあ、そういうとこはそうですね。中国も結構入ってるんで。そういうとこは本当に高いんでしょうけど、ね。はい。そして、最後359ページの家庭用ゲーム市場の縮小とマルチプラットフォーム戦略、移植戦略の変化というのがあります。市場規模がそもそもこう2006年で3640億円ですが、2014年には8年後には2264億円、これもっと下がってます。今は、はい、ああ、ということは携帯入れるとずっとなんか一兆ぐらいキープしてますよね。だからゲーム産業衰退してないっていう時は、そう、スマホゲームとか全部合計した規模で出すんですけど、家庭用だけ見るともう、まあ、家庭用ゲームはもう、まあ、終わった産業っていう感じで、ね、電子書籍も入れとか、電子書籍の漫画を入れるとこ、漫画を入れると変わらないってやつですそうなんですよ、はい、で続いて環境の激変と激しい市場間競争っていうのが、まあ、ここまでまとめですよ。これはまあ今まで言ったことが全部まとめられてますね、はい。まあ、なんか性能上昇イメージかなんかの直近値を書いて制御者感、はい。で最後何度も回帰してくる問題っていうのがあります。それ一つは社会的概念、これはまあいろいろ話しました、うんうん。あと知的所有権問題、これはコピー問題とかレンタルとか、はい、訴訟の話。そして3つ目のホームサーバー、パーソナルサイバー、サーバーっていうのは、これは、ファミコンディスクシステムオンライントレーダー、そして DVD プレイヤー、PS2 互換の PSX、そしてスマートフォンの普及という、こう、ゲーム機の別な目的のために使うときに起きる話っていうことですね。それが問題として入ってくると、まあ、ゲーム機か、パソコンかっていう話。コンピューターかって話。今までの、なんていうか、その、社会的批判っていうのは、まあまあ言っても、まあ、それなりに、笑って流せるようなもんだったと思うんですけど、さすがにその、なんか、400万使いましたって言われると、ちょっとなんていうか、これはどうだみたいな。ただまあ、似たような話は、ドラクエの活上げであったりとか、あ、まあ、インベーダーの不良であったりとか、ある種何回も繰り返してるんですけど、やっぱゲームセンターの企業とか家庭の企業は、ね、うん、ある程度まともになったんですよ、でもどんどん外から入ってくるやつは、ね、ジャンチャンのやつなんで、そしたらやっぱり一番最悪なんですけど、まあ、そうですけど、ちょっと額が今回桁が大きくなったかっていうのが、ね、はい、ありますよ。というわけで3ヶ月かけて一通り読みましたけれども、これはやはり強みとして総じて思うのは、数字による説得力が、と統計分析の説得力がすごいあるので、こうそれだけをデータだけを追ってるはずなのに、一種のこうドラマが出てくるという面白さが、グラムを見てるだけで面白い、ああなるほどみたいな、数字の面白さですよね。数字の面白さが、そのゲームは露骨に出るということが非常な面白さとして、苦労はしてると思います。苦労されてるのはよく分かりますが、はい、やっぱりデータを集めて、そのなんてまとめるっていうのは、苦労はもちろんあるわけですけど、なんかこうリターンがありますよね。そうそう、やっぱり客観性が持ってるからね。客観性が持てるので、こういわゆる引用率が高い、主観だけに頼ってないでしょ、はい、だからあえてね言ったけど、主観を切り落とすっていうのは、はい、
一つのね見識だと思うよね。あのなんかゲームデザイン上とかシステム上の特徴っていうぐらいのとこまでしか踏み込まず、うん、あとそれ以上中身の分析を意図的にしていないよ、うん、はい、いやそれとも、もししたらこのもっと何倍も、うん、なもししてこのスタイルを書こうとすると相当大変ですよね。あと私の引き出しがそんなにないので、うん、やっぱりでもこれはあの個人でこれだけ書けるってなかなかできないです、ね、うん、あそうですね、なかなか大変、普通ならばプロジェクトチーム立ててやるよう、あ、まあ確かにそうですね、データだからやることはできるんですよ。いやあの本当はそうなんでしょうけど結局2年かけてちまちま自分で書いたいい本だと思います、ね、うん、基礎的なね、はい、これからね今後の基礎的な文献になるからね、とりあえずやっぱりこれはゲーム基本文献ですよね、うん、ゲームやるならこれを読まなきゃって、うん、まあ、特に元々卒論とか向けっていう企画だったので、特にでもハードウェアについて知らないとやっぱりコンピューターゲームっていうのはどうしても切れますね、どうしても、うん、まあ、そうですね、読まなくてもいいからとりあえず引くために置いといてほしいみたいなのありますよ、うん、なんか実証的な使われ方をすると思います、はい、いやでも基本的にほら出版メディア産業誌みたいなのがジャーナリズム誌を文学研究でやるっていうのは当然あるんですけど、それやっぱり、うん、必須アプローチではないわけで、知らなくてもまあできちゃうんですが、うんうん、ゲーム研究だとやっぱり、そうだね、まあ、ね、産業ですからね、やっぱりそうですね、産業としての、うん、産業だってそこにまあもの、うんうん、プロダクトが作られるので、うんうん、どうして、まあその出版紙で必須か必須じゃないかというのはちょっと分かんない部分もありますけど、うん、いやよく出てきます、よく出てきます、初期のやつは例えばバルザックの時代がどうだったのか、うんうん、そういうのはよくあります、ね、近代文学なんかでそういう例えば魚いくらもらってたかってちゃんとやり出したのが最近ですよ。ああそうなんですか、うん、最近最近で、でもやっぱりこうなんか山形弘のバローズの本でなんか必要に爽快したのが面白かったところ、ね、それはやっぱりこう作家論っていうのがまずあったわけですよ、うん、作家の人生と作品を比べていくっていう話があるけど、それやるとやっぱりこうそれやりすぎるとすごい保守的になるので、じゃあテキストを切り離そうっていう流れあるんですけど、テキストだけで全て書かれてるっていうのは一つの進行なわけですね、うんうん、そういうのがあっても全然いいんですけどね、はい、そうじゃないのが全くないっていうのはやっぱりおかしい、うんうんうん、そのテキスト論へのまあ反動としてのこう一つのなんだろう産業的なものっていうの流れなんですね、うんうん、見るという流れで、ではテキストが生成されてテキストをあがめ立てまつるわけですけど、うんうん、作品をね、うん、ただそれもやっぱり産業的な制約によってできたっていうのはやっぱり作り手側に立つと特に実際は見えてくるわけで、それをオミットするのはおかしいという話です、ね、でゲームだとその産業的に露骨に出るので、それこそ株主総会で説明してるじゃんみたいな話に、まあ、なりますから、ね、背景としてね動かせないものなので、うん、はい、社会派は別に株主総会やるわけじゃないから特に説明はないわけですけど、企業だと思うね、うん、完全に、はい、あの説明されてるものを無視するわけにはいかないだろうっていう、うんうん、そうだからやっぱり基礎文献として非常に金字塔となるお仕事じゃないでしょうか、アップデートしていくのが大変そうですけど、これから見事にあるんですかこういう類の本って、ね、探したけどあのないんじゃないですかね、だからこうスティーブン・ケントの本とかゲームの歴史本ってあるんですけど、うん、産業史ではないですよ、うん、これでもやっぱりそのすごい書きまくった本は、ね、うん、多分これぐらい、いわゆるだからこれ見ると英語の専攻研究もやっぱり分離されるのが基本的にはまあ文化研究のものになってしまうって書いてある、カディズになっちゃうんで、はい、あのまあ、経済学者とか経営学者なりの経済管理的なものがありますけど、全部束ねたこういう通知的なものがまだない、ないんですよ、はい、なんかそれこそなんかいろんな国の読みたいですけどね、こうそうね、そうアメリカとかないのとか言われましたけど、アメリカぐらいはあってもいいだろうっていうか、でもいやアメリカぐらい当然あるだろうと思ってたので、私も思ったやつないんですよ、でも資料集めだけ死にそうだから私は言いたくないです、小山さんがこれ英訳して出版すれば向こうへも不思議を受けてるとは思っているので、まちまちまちやる自由ありそうだよね、フランスゲーム産業省が読みたいじゃないですか、読みたいね、うん、そうすると今度はその各国の関係性がまたね、各国のゲーム事情みたいなのをさせまとめた本はあるんですけど、うん、せいぜいの、まあ、短いショートゲームの歴史は数字はないんですよね、うんうん、どこも、はい、でも数字がやっぱり大事ですよね、やっぱりこの本で特に、うん、そのフランスの例えばゲーム産業省を見るときにそのこの本と比較してみると、果たしてその数字で比較するグラフがどうなったのかっていうところは自分で書いてみたいね、まあ、アメリカぐらいはさすがにちょこちょこデータがあると思うんですけど、ちょっとヨーロッパは、ヨーロッパの主要国でもちょっと怪しいですよね、ただアメリカでないって意外だね、アメリカなんかやりそうな感じするけどね、数字がなかったですね、